はい、じゃあそれでは、本日の1年合格専用入門講座、今日が全体構造編の第1回ということになりますので、まあ、入門講座投資の一番最初ということになります。でまずですね、これからまあ1年コースのだとするとですね、まあ、入門講座がまあ一番最初、インプットという形でまあ講座として、まあ開講するわけですけれども、あの今日の講義は一応全体構造編ということになります。まあ一応4月から始まっていくのは民法からまあ7科目ですね、まあ予備試験の法律基礎科目7科目についてまあインプットの方をまあ、通学ズームの方は週3回ペースでね、進めていく形になりますけれども、まあ、今日の1回目っていうのは、まあ、本当全体構造編ということで、まあ、予備試験に向けて、まあ、どういうふうな形で勉強を進めなきゃいけないのかとか、まあ、あとはまあ論文を書く前の段階で、まあ、法律これから勉強するっていうその法律のまあ問題解釈の仕方とか、まあ、そういう一番最初のところというのをやっていきます。で実はあのここのところしっかり固めておくだけで、まあ、学習する上ではね、例えばこれから初めて法律勉強するってことを前提に進めていきますので、そうするとまあ、そもそもなんか法律の勉強ってどういうものなのかとかね、まあ、ものすごくまあ究極的な例で言うとね、例えば6法覚えなきゃいけないのかとかね、まあ、そういうふうな話とかも含めて、まあ、実際にどういうふうな形で事例問題をアプローチしていくのかっていう、まあ、そこのところを今日の1回の講義で扱っていくことにいたします。で本日まあ全体構造編っていうのは、ね、一応、本論編も含めてまあ3時間半っていう一応全体の尺は取ってますけれども、まあ講義自体3時間半フルにやることはない形になります。最初、まあ、これ状況によってね前後しますけれども、まあ、大体休憩2回挟んで、まあ、大体1時間強のものを3セットぐらいのイメージになってきますので、まあ、適宜休憩を挟んでいくことになります。で、今日使っていくのは、まずセブンサミットっていうのがあります。でこのセブンサミットっていうのはまあ民法も含めて、まあ、結構分厚い冊子がドカンとね、あると思いますけれども、まあ、これの使い方についてもまた講義で、言っていきますが、基本的にまあ全体構造編と、それから、さらにあの本論編も含めて、あのこのセブンサミットっていうのはある程度参照用教材っていう形で、まあ、講義の中では1年コースでは私の方であのレジュメの方を作らせていただいてますので、まあ、そちらのレジュメの方をベースに進めていくことになりますので、まず今日もですねこちらオリジナルレジュメっていうのがありますので、こちらの方をベースに進めていくことになります。でまず1年コースという形になるので、まあ、目標になるのは来年の予備試験ですね、2024年の予備試験ということになりますが、まあ、一応試験概要としてはね、まず担当式試験が7月にあって、でその後に9月に論文式で、その後1月ですかね、翌々年になりますけど1月に口述ということになりますが、まあ、主にまあ担当論文、まあ、口述ってあった時にやっぱり論文が一番やっぱり、まあ天王山ということになります。担当式試験自体は、まあ、正直ある程度、知識さえ固まっていければいいと。で特にあの1年コースの場合開講オリエンテーションとかでもちょっと話したところだ段階はあるんですけども、ある程度担当というのは知識問題ということになるから、まあ、集中的にまあある程度時間かけて、まあ、特に、担当の前の時期にがっちり時間かけてやれれば、まあ、ある程度ね、安定した点数取れるようになるんだけれども、まあ、論文だけはどうしても、どうやって書いたらいいのかであったりとか、まあ、あとはまあフィードバックですよね、実際自分が書いたものが、きちんと評価されているのかとか、まあそういうふうなところっていうのがまずありますよね。でさらにはその論文書くためにどういうふうなインプットしなきゃいけないのかみたいなところっていうのがやっぱり、独学では難しいっていうところになりますので、まあ講義の中では、まあ約1年間ってことになりますけれども、まあ、1年間まあ一貫指導する形で、まあ論文をまず書けるようにしっかりしていくというのが目標になります。でそうするとまあ1年コースでもやっぱり最初の段階からまあやっぱり論文対策っていうところがまあ常に意識されることになります。まあ入門講座を受けて、まあ、1科目終わったら次論文指導合格答案作成講座っていう形で、まあ、論文対策の講座っていうのが、まあ、1科目終わるたびに、まあ、並行して進んでいくことになるので、まあ、とにかく、まあ、論文ってどういうものなんですかっていうことを、まあ、意識していくことが、まあ、重要になってきます。で今日その意味で、このまあ、全体構造編の中では、まあ、本当だったらね、なんか法律とは何ぞやみたいなね、そういう哲学的なところをやるっていうのも考えられるんだけど、まあ、できれば、実際に予備試験が実務か登用試験ってこともありますから、まあ、実際に試験で点数取るためにどういうことをやんなきゃいけないのかっていうところを、まあ、全体掴んでもらうっていうのが、まあ、今日の目標になります。ですので、まあ、当然予習いりませんし、あの、復習に関しても、あの、特に復習なくても大丈夫です。今日に関しては。まあ、大体イメージを持って、まあ、レジュメで、まあ、ある程度書き込みながら進めていきますけれども、まあ、頭の中でこういうものかっていうのを理解していただいて、で本論編の方に入っていただくっていうね、そういうイメージで、いいかと思います。もちろんね、あの この辺は見といてねみたいな、あの復習してほしいところについては適宜あの説明していきますが、まあ、本論編と比べるとちょっと肩の力を抜いて、あの、まあ、これから頑張りましょうっていうね、そういうイメージで、いていただければと思います。でまず最初にですけれども、このレジュメの一番最初に法律学習入門というのがありまして、でこちらの方をちょっとまあ、ベースにちょっと説明していこうかなと思ってるんですよ。
でまずやっぱり予備試験の、講座っていうことになりますから、まあ、やっぱり論文対策っていうところですよね。で、まあ、予備試験で問われる能力って一体何なのかって話になるんですよ。でこれは法律の試験では、まあ、一応担当論文っていう2つありますけれども、基本的には、まあ、論文式試験ってことになります。でこの論文式試験ではもうとにかく事例問題っていうのが問われます。例えばこれから説明していきますけれども、まあ、民法っていうのはまあ民事系科目の中の一つなんですけれども、例えば民法であれば、まあ、誰かが誰かに貸した金があるんだけども返ってこねえよとかね、もしくはまあ自分の土地になんかよく分かんない人が住み着いてると、でもういくら言ってもなんかね、俺は誰かから借りてんだって出てかないと、そいつを追い出したい、まあ、もしくはもっとね、端的に言うと車に轢かれたからね金を取りたいとね、損害賠償したいといったように、まあ、何らかの事例があって、でその事例について、それについてじゃあ誰かが請求したいって時にその請求が認められますかっていう出題が、まあ、例えば民法であれば、出題されるしね、まあ、刑事系、まあ、これ刑法っていうのはね刑事系科目ってことになりますが、刑法ってどういうものかって言ったら、問題文の中に、まあ、大体ね A4 1ページぐらいですけれども、1ページぐらいに誰かしらがなんかね、なんかうさんくさいことやってんですよ、法に触れそうなことをちょこちょこやっていて、まあ、複数にいることもあります。で、まあ、何人かもしくは1人がなんかやらしいことをやってるわけですよ。なんか法に触れそうだなみたいなね、そういうことをやっていると。でそれが実際に何罪が成立するのかについて論じなさいといったように、まあ、刑事系ならばさっき言った通り、なんか法に触れそうな、まあ、ちょっとなんか怪しいことをやっている、まあ、それについて、まあ、罪責といって、犯罪が成立するかを論じましょうってことになるし、あとは憲法とかも実は事例問題として問われるんですよ。で今日ちょっと触れるけれども、憲法ってそもそも何なのかっていうと、これは民法っていうのが、まあ、私人と私人との間の紛争を調整するものなんですね。例えば、まあ、A さんと B さんとの間で何らかの紛争が起こったと。で、その紛争を解決するために、実際にルールがなければね、紛争の解決できませんから、まあ、そのための紛争解決シーンとして、まあ、民法というルールがあったりします。ですから、まあ、民法っていうのは私人と私人との間の紛争を解決するための手段としてあると。でじゃあそれに対して憲法って何なのかっていうと、これは公法って呼ばれてるんですね。でこれは何かっていうと、私人と私人との間ではなくて、私人と公権力との間の規律なんですよ。例えば私たちってのは多分憲法とかね、公民で学習されている方は、例えば私たちには表現の自由があると、まあ、憲法21条であるんですけれども、表現の自由というのが認められていると。でこれは何なのかというと、私たちには表現の自由がありますという法律じゃ実はないんですよ。これは日本国憲法というのは国のあり方を決めた法律なんですよ。つまり、まあまあ、いわゆる最高法規と呼ばれるもので、そうすると、まあ、日本という国はこういうふうになってますというね、国の究極的なあり方というのを決めたのが憲法なんですよ。そうすると憲法21条なんかでは、私たちはね、表現の自由がありますというふうに書いてあるけど、これは何を意味するかというと、国家権力はそれを要するに不当な侵害してはならないという形で、まあ、国家のあり方という形で決まってるんですよ。そうするとその公法っていうのは、まあ、私人の持っている権利を、例えばですよ、国家権力ないし、まあ、地方でもそうですけれども、その公権力が不当に侵害してはならないっていう法律なわけです。そうすると例えば、まあ、私たちが表現活動を行うにあたってね、まあ、詳しくはまたちょっとレジュメの方でちょっと書き込んでいきますけれども、私たちがなんか、表現活動を行っているときに、まあ、国家権力をそれを止めると、まあ、いうことがあれば、それは何なのかって言ったら、その国家権力が行っているその制約が憲法に違反するってことになるわけですよ。でそうすると、まあ、私たちが表現活動を行っていることに対する、まあ、国家の制約というものが、憲法違反になるかどうかっていうことが問題になるわけだから、例えば憲法の、予備試験の問題だったらどういうものが出るかっていうと、まあ、なんかある程度架空の法律ができましたと。まあ、例えばですけれども、その報道機関に対して、特定の取材をするなといった法律ができたと。でその法律が例えば、憲法に違反するかどうかを論じなさいという問題だったりね。でこれは何かって言ったら、私たちの私人の持っている、まあ、権利、まあ、基本的人権っていう権利がその制約されている場面 でその制約が、まあ、実際には許容されるかどうかってことですよね。許容されるものであれば合憲だし、許容されないんだったら違憲だというふうに、まあ、これ全て共通しているんですね。これから学習する科目というのは、まあ、大体3つに分かれていて、まあ、民事系、刑事系、公法系って分かれているんですが、まあ、民事系だったら、まあ、私人と私人との間の紛争で、刑事系だったら、誰かしらが法に触れそうなことをやっているという事例で、公法であれば私人が何か活動しているときに公権力が何らかの干渉をかけてくる。でそういったものについて具体的な事例が提示されて、でその事例に対して回答を出してくださいと、という問題なんですね。でそうすると、まあ、この事例問題っていうのは結局何なのかっていうと、もう具体的な解決が求められるんですよね。だから、まあ、よく言われるのが、
論文式試験っていうのは論文ではありませんってい いうことなんですよ。つまりあなたの意見が求められているわけではないです。あなたの見解が求められているわけではなくて、基本的には、まともなって言ったらちょっと語弊あるかもしれないけど、法律家であれば、10人中9人がほぼ同じ回答になるような問題が出てくるようになってます。じゃないとね、例えばね、あるその刑事系の事件だったらある犯罪があってね、でそれが犯罪が成立するかによってもう50対50に分かれるような問題ではやっぱりまずいわけですよ、問題としても。なので、一応その予備試験に合格できるだけの、いわゆる実務的な素養っていうのかな、それを持っている人であれば、同じ結論になるような問題っていうのが出てくる。そうするとあくまでもその論文という形で自己の見解を述べるのではなくて、もうある、処理手順って言っちゃいけないけれども、実務家として必要な処理手順みたいのに従って一定の解決を導いてくださいという問題が出てくるから、そうするとやっぱり客観的な点数がつくような問題です。なのでこの事例問題をどうやって処理していくのかっていうのが、一番最初の出発点というのになってきます。でまず一番最初のこの論文式試験っていうものについてはこの事例問題が出ますと言ってますけれども、例えば民事系、広報系であれば、具体的な紛争に至る経過がもう示されると、こんなふうな紛争が起こってます、で一方当事者は何か言いたいことがある、で他方当事者だって何か言いたいことがある。さっきの憲法の例で言えばね、例えば私が、登場人物の一人で、駅前でビラを撒いてると、で駅前でビラを撒いてたら、ある法律ができましたと、駅前で例えばね7時から9時までの間は、ビラを撒いてはいけませんっていうそういう法律ができた、その時は、私の言い分はあるわけですよ。私は表現の自由があるんだからもう表現活動したいんだと、で駅前っていうねもうこんなね人にたくさん人がいるところでね表現活動して、でビラを撒くっていうことによっていろんなことが拡散できるわけだから、それは侵害されるのはやっぱり違憲だって主張もあるけど、その一方で立法する側にも言い分があるわけですよね。ただ単にねなんかビラ撒いてるやつが嫌いだからやってるわけではなくて、例えばその時に例えばビラ巻きであればその時ね、例えば環境的な問題とかで、例えば背景としてですよ、その7時から9時の時間帯なんかは、例えば通勤客が多くてそれでビラを巻くのが迷惑になっていて衝突ぶつかる事故なんかが起こってるとかね、そういう状況があったり、もしくは、それが通学路とかだったら子どもに対して悪影響のあるビラを巻かれてるっていう苦情があったりとかね、場合によっては、さっきちょろっと触れたけれども、町の景観が損なわれてるっていうような状況で、ちょっと問題になってるといったように、行政としてもその表現活動を制約するっていうことについての何らかの大義名分があるわけですよ。それは例えば民事だって同じじゃないですか、お金返せって一方は言うかもしれないけど、もう片方はいやもう返してますけどっていうかもしれないしね、もしかしたらお金はもらったんだよと、これ借りたわけじゃないですよっていうようなことがあるかもしれない。で要するにお互いにやっぱり言い分があって、でそのお互いの言い分どちらが正しいのかっていうことについて、検討していくっていうのが、民事公法だったりします。で刑事系はまさに特定人、複数人であることが多いですけれども、その具体的な行為について、犯罪が成立するかどうかというのを検討していくことになるので、この事例問題というのをまずしっかりと、処理するということが、究極的な、論文対策の目標みたいになってきます。でじゃあ今日全体構造で何やるかといったら、じゃあ実際にもう事例問題を実際に解いてみましょうという話になるんですよね。でじゃあその時にちょっとまず前提としてごめんなさい、さっきちょろっとだけ話したことで司法公法って話をしたのでちょっと順番がちょっとあれですけれども、レジュメで言うと、一応先に、そこだけはちょっと確認しておこうかなと思ってて、7ページですね、7ページのところで一番下、一応法律の分類ということで、これから学習する法律っていうものは一応ね全部分けると厳密には3つに分かれるんですよ。民事系と言われるもので、民法、商法、それから民事訴訟法という3つで、刑事系って言って、刑法、刑事訴訟法という2つ、それから公法系といって憲法、行政法という2つ、合計7つの科目をやっていって、刑事系っていうのはまさにその刑法とか刑事訴訟とか、刑事罰に関する法律ってことになるので、ちょっと何か区別をするというよりは別なところにポンとあるイメージ で大きく分けてしっかり見ておかげで、公法と司法ってものはしっかり最初にちょっと区別しておきたい。これから講義の中では、民法から入っていきますが、基本的に司法というのは何なのかというと、これは私人と私人との紛争です。私人間ですね。で私人と私人との間で何か紛争が起こったときに、どのように解決していくのかといったように、これは私人対私人で、私人間の、紛争解決指針というものを示すものです。紛争解決指針というのが、民法なわけですよね。
まあ、一応例としてはやっぱりまあ民法あたりが出てくるわけですね。でそれに対してこの公報っていうのはこれは公権力対私人なんです。こちらね、順番公報の下に書きますけれども、で具体的にはこの公権力対私人なんだけれども、この公権力が私人に対して何らかの制約をかけてくると。でこの時にこれが許されるかどうかっていう問題です。だからまあ大体私事私法だったら私人と私人っていうのはまあ大体まあ対等な関係なわけですよ。対等な関係でまあ言ってみればそういう喧嘩するわけですよ。なわけですが、公権力対私人の場合はもう圧倒的に公権力の方がまあ優越してますから、まあ公権力は私人に対して何らかの権利制約をすると。つまり言ってみるとですね、これはすごい極端な話を言ってしまうと、国会が作る法律ってほぼそうなんですよ。まあ、もちろんね、給付金あげますよみたいなプラスなものはあるけれども、まあ、国会が作る法律では大体こういうことしちゃいけません、こういうことはダメですよっていうような法律で、あれは究極的に言えば私たちの持っている、本来だったら自由にできる権利みたいなものを何らかの形で制約する法律が作られている。で、これ日々作られているんですよね。で、そのような日々作られているものっていうものが、その憲法に抵触しないのかと。まあ、いうことが、まあ、一番その憲法の大きな問題だらけ。つまり公権力による私人への、権利制約があって、でこれに対して実際に許容されるかという議論になる。でこれがまあ憲法の世界なわけですよ。憲法の世界になっていて、で基本的にはこのようにまあ公法と私法っていうふうに2つのまあ法律類型があって、で一応こういう形で一応大きく違っているものになってますから、まあ、これから先、ね、学習するときにこの全体構造編、まあ、1回講義を終わると、とりあえずまあ民法の講義始まった段階で、まあ、一応なんか聞いたことがある言葉というのが増えていると、ね、すごい 有益というか、ね、学習進みやすいと思いますので、まずは、この、公法私法という区別はしっかり立てていただいて、で、まあ本論編の1回目で扱う民法というのはこの司法というものの、まあ、一番まあ大元になるものを勉強しますと、まあ、いうあたりをちょっと意識していただければと思います。で実際にですね、今日はまあちょっと肩肘張らずにという形で進めていく感じで、まず事例問題というのはどんなものかというと、まあ、身近なやつだとこれ2ページに、出しています。ちょっとまあ実際にやってみましょうかね。まあ、実はこれ問題として私の方でバッと作ったんだけれども、まあ、大体これをパッと処理していく中で、まあ、法律の論文の考え方みたいなものがまあなんか身につくようには作ってるんですね。でちょっと事例見てみましょうか。令和3年1月5日、まあ、X は Y に対して返済期日を、令和4年1月5日として100万円を貸し付けた、まあ、お金を貸し付けたわけですね、100万ね。だけれども Y が、一向に返済しようとしないと。で、X は、まあ、ごめんね、これ未来の話になっちゃうけれども、令和21年、10月7日、まあ、相当先ですね。X は令和21年の10月7日に、Y に対してもういい加減貸した100万円を返してくれと口頭で返し催促したところ、まあ、Y としては、まあ、もうすぐ大きな仕事の収入が入る予定だから、まあ、頼むから年末まで待ってくれと、まあ、いうふうに懇願したため、まあ、X としては、まあ、しぶしぶ応じたと。まあ、もちろんこれ令和21年って未来のことになっちゃってますけれども、これはちょっと架空の話になりますよね、だからね。でしかし X は、まあ、Y かな、しかし Y は X に対して一切返済をすることなく、まあ、現在に至っていると、まあ、いうことです。でこの状況で、X は Y に対して100万円の返還が請求することができるでしょうかと、まあ、いう問題です。で、まあ、一応だからこの問題を回答する段階ではもう令和20何年とかそういう世界ですね、令和20何年かの段階で、返還を請求することができるかっていうものです。本当はね、これね、平成何年とかしたいところなんですけれども、民法っていうのは実はですね、まあ、近年大きく改正されまして、まあ、改正後民法で、答えなきゃいけないっていう関係から、ちょっとどうしても時系列がね、後ろになっちゃってますので、そこはちょっと、それはちょっとご了承いただいてってことになりますが、まあ、そうするとこれ、まあ、すごい、まあ、身近な例として、まあ、要は X としては Y に対して、まあ、100万円を返してほしいと。で、じゃあ、返還請求できますかっていう、まあ、これを答えればいいんだよね。でじゃあこれを答えたいと、じゃあどうやって、じゃあ返還請求をするのかってことなんですよね。そうするとおそらくこれは、まあ、当事者の生の事実からすれば金貸したんだから返せやっちゃう話なんですよ、まあ、X からしてみればね、X からしてみれば金貸したんだから返せやっちゃう話なんだけど、じゃあどうして貸したものは返さなきゃいけないんですかっていう話なんです。
もしね、貸したんだったら返さなきゃいけないだったら、それは法律家の文章じゃないわけですよね。これは法律家としての文章であれば、もちろんこれは貸した金は返さなきゃいけないってことに対して何らかの法的根拠があるはずなんですよ。で、じゃあ実際その法的根拠ってどこにあるかっていうと、まあ、これから民法の学習をしていくときには皆さん、まあ、オリエンテーションも触れた通り言うと六法をまあ実際にいただくことになりますけれども、例えばそのことについてはまあ民法で書かれてるんですよね。ですからまず出発点は X が何かを請求しようと思っている。じゃあこの請求しようと思っていることがまず具体的に何なのか。そしたらこれは貸した100万を返してほしいっていう、まあ、具体的なものがあるわけですね。じゃあ貸した100万返してほしいってことを実現するために何か法律がないかっていうことをサーチするわけですよ。で、実際に民法の勉強っていうのはね、進めていく中でまあ重要な条文は全部やっていくことになるので、まあ、その中でまあ、見つけられるようになるんだけれども、まあ、今日は1回目だから実際条文をちょっと引いてみましょう。で、6法がね、今日は全体構造編なんで特に6法なくても大丈夫なように、一応レジュメの中で完結してます。9ページのところにね、今日使う条文実は載ってますんで、まあ、一応こういうふうに書いてあったりするんですね。民法587条で、まあ、消費貸借と書いてあります。消費貸借は、当事者の一方が、種類品質数量の同じものを持って返還することを訳して、金銭その他の物を受け取ることによってその効力を生じると書いてあります。で今日これからまたやることも、ね、ちょっと先出しにしますか。民法に限らず条文というのはこういう形でね、まあ、6法に書いてあるものをちょっと出していたわけですけれども、基本的に必ず条文の構造というのはこうなったらこうなるって書いてあります。つまり何かこういうことがあった場合にはこういうことが起こりますよという形で、まあ、これ要件効果っていうんですね。で、ある要件を満たした場合にはこの効果が生じますというふうに書かれています。で、実際これもですね、要件と効果に分けていくと、まあ、消費貸借っていう言葉はね、初めて聞く言葉だと思いますけれども、まあ、ここに書いてある587条に書いてあるように、まあ、当事者の一方が種類品質数量の同じ物を持って返還することを訳すと、つまり返すよっていうふうに約束をして、そして相手方からこれを受け取ることによって、でそれでその効力が生じると、その効力を生じるというふうに、まあ、必ずこういうふうに要件と効果っていうふうに分解されるんですね。で今回、まあ、例えばですけど問題文の事情を見ると、まあ、返還することを約束することと、それから相手方から受け取ること、この ① と ② が揃えば効力が生じるわけです。じゃあ効力が生じるって言ってるけれども、まあ、この辺は、まあ、条文に書いてないけれどもしっかり知識として入れておいてほしいのが、契約ってそもそも何ですかって話なんです。まあ、契約というのはもちろん私たち約束みたいな形で日常的に使うんだけれども、まあ、契約の効力っていった場合大きく分けて2つあるんですよ。一応ね、1つは今やっちゃいますけれども、人から人に対する何か請求権が発生するんです。でその請求権のことを債権と呼びます。つまり私たちの持っている権利っていうのは、まあ、大きく分けて2つあってね、これも今日説明しますけれども、誰かに対して何かしてくれっていうふうに請求する権利っていうのがあって、この人に対して何か請求することを債権っていうんですよ。だから例えばですけれども、これじゃなくてね、例えば売買契約ってまあ聞いたことありますかね、物を売ったり買ったりする契約ですけど、例えば、まあ、私がパン屋さんに行って、そのパン100円でパンくださいって言って、パン屋さんがじゃあ100円で売ったるよっていうふうに、まあ、言えば、契約っていうのはまあ、基本的にはこの、ね、消費貸借契約は受け取ることが必要ですけどね、この消費貸借は受け取ることが必要になりますけれども、まあ、そういう特別な場合を除けば契約っていうのはもう意思と意思が合致すればいいんですよ。だから100円でそのパン売ってくれで分かったよでもう契約成立です。そしたらどうなるかっていうと、私はパン屋さんに対して何言えるか、パンよこせって言えるようなんですよ。つまり契約が成立する前だったらそんなことできないんですよね。契約成立する前にいきなりフラッと言ってそのパンよこせって言ってもやらんよって話だしね。まあ、そういう請求権は発生しないんだけど、契約が成立するとどうなるかっていうと、相手に対してもう物をよこしなさいと言えるわけです。でそれは実は私が実際それ請求できるじゃなくて相手もできるようになりますよね。100円よこせって言えるようになるわけですよ。まあ、つまり契約が成立することで初めて人に対して何かできるようになるんですよ。まあ、もちろんねこれは例外はありますけれども、原則論として一般的な契約の効力っていうのは2つあって、
債権の発生原因というふうに言われています。でこの債権というのは先ほども触れた通り人から人に対する、まあ、請求権、あ、ごめんなさい、 SK って書いてますけど、これはあのこれから講義の中でなんか請求って書くの結構ね漢字があれなんで、あの SK って書くことが多いんで、ちょこれもちょっと順次で書いちゃいますけど、まあ、人から人に対する請求権が発生するということになるんです。いいですかね。そうするとこの条文で書かれていることは何かっていうと、要は人に対して何か返せっていうね、何かを請求するためには、まあ、契約が成立しなきゃいけないと。でじゃあこの消費貸借が契約成立するためには返すという約束と、その実際に物を渡すことによってその貸した側は返せって言えるようになるんだよってことだよねっていうことになる。であとちなみにもう一つ紹介しておきます。今回はこれ直接出てこないんだけど、あのもう民法のところですぐ出るので、もう一つがあの物件の変動原因と言われています。でこれは民法の講義の1回目でもやるので、あの民法の講義でも1回目をやるから、その時にもちょっと触れておくと、まあ、物件の変動原因と言われています。じゃあ物件って何じゃって話ですね。物件っていうのはこれはね物に対する支配権のことです。まあちょっとまあこっちの方でちょっとね空いてるところでちょっと紹介すると、少しまああのページで言うとその前のページが多分空いてると思うんですよ。前のページにちょっと空いてると思うんで、ここのところでちょっとあの私の方でちょっと大きめにちょっと書きますけど、例えば売買契約ってあのパンを売る買うの話で言うとね、例えばまあ売り主が買い主とまあパンをね売り買いすると。でこの時に例えば売り主がパン持ってるわけですよ。でまあ、実際パンでもいいしパソコンでも何でもいいけどね。で基本的にはこうやって売り主と買い主との間で、例えばまあパン屋さんとお客さんとの間で契約が成立するってどういう時かっていうと、まあ、売り主が売りますと、で買い主が買いますと、まあ、いうような形で、まあ、意思が合致することによって、まあ、売買契約が成立すると。でちなみにこれは売買契約の場合には条文を引くと約束することによって成立するって書いてあります。だからさっきのね、あのお金を貸し借りの金銭消費貸借契約は約束して受け取ることによって効力を生じるっていうふうに書いてあるんだけど、例えば売買契約についても条文があるのよ。だまあ身近なね、ものだと思いながら見ると、まあ、訳することによって効力を生じるって書いてあります。これは条文だと555条っていうのが出てくるんですが、例えばね、一方が財産権を移転させるよということを訳して、で、一方が代金払うよっていうことを訳することによって、売買契約が成立します。で、基本的には契約が成立すると、こうやって、まあ、言ってみればですね、意思の合致によって契約が成立する。そうすると契約の効力って何なのかっていうと、契約の効力は売り主が買い主に対して何ができるようになるか、まず金払えってことですね。つまりそうすると代金債権というのが発生する。でこの債権っていうのはさっきも言った通り請求権ですね。ですから大体こうやって誰かから誰かに対して矢印みたいな形で、理解されることになる。そうするとまあ売り主としては買い主に対してまあ、代金よこしなさいということが請求できる。でこの時に一方で買い主は売り主に対して何ができるかというと、買い主は売り主に対して引き渡せという請求ができますよね。まあ、言ってみればこれはこの パンなのかなんかよく分かりませんけどね、パンなのかそれともパソコンなのか何でもいいですけど、まあ、目的物というのをよこしなさいと言える。でこのように契約が成立すると人から人に対してまあ何かを請求することが可能になるんですよ。いいかな。でこれがだから契約の効力の一つなんですよ。債権の発生原因と呼ばれる理由で、ただそれだけじゃないんです。ちょっとパンだとちょっとあれかもしれないから、ちょっと一回ちょっと下の方にしますけど、じゃあもう一つ権利ってなんですよ。権利としては今やってる矢印が人から人ですよね。これを債権って言います。でもう一つあるんですよ。これちょっと パンだとあのちょっとなんか食べちゃったりするからちょっとあれなんで、パソコンとかにすると、例えばパソコンっていうのはもともと売り主が支配してますわね。売り主が支配してますよね。でこういうのって所有権って言うんですよ。その売り主が、こういうふうにこの目的物、まあ、パンでもいいんだけれどもね、その目的物に対して支配権として所有してるわけですよ。でこの所有権っていうのは
物件と言われていて、でこれは、まあ、言ってみれば売り主がその物を支配してたわけですよ。でじゃあ実際契約が成立するとどうなるかというと、この所有権というものは契約の成立とともに売り主から買い主に移るんですよ。こんな感じです。イメージとしてはこういう感じ。つまりもともとは売り主が持っていたこのパソコンでもパンでもね、この目的物に対しての支配権というものは契約の成立とともに移転します。でこのことがこれによって一気に起こるんです。それが民法というのはとにかくこの契約というのがとにかく重要で、この契約が成立することによって一気にこれが起こります。つまりパッと契約が成立すると売り主と買い主がお互い請求権を持ち合って、でそれで今までは売り主のところにあった支配権が買い主の支配権に移ります。これがその瞬間に起こるんですよ。でなので今回の問題では出てこないけれども、そうすると契約って何なのかっていうと、さっきも出てきた通り債権が発生するんですよ。債権が発生するのとともに同時に、物件の変動原因でもあると。で物件ってのは支配権ね。でこれはね、次回の講義、民法のね1回目の講義になりますけど、まあ、民法の1回目の講義のところで、結構がっちりめにもう一回説明するんだけど、特にこの民法を理解するときに物件と債権っていうものをしっかりと区別することがすごく重要になります。要は今回問題になっているのは物件なのか債権なのかみたいなね、まあ、そういうのってすごくもう出発点で重要になってきて、でさっきのなんか身近な事例ありましたよね、金返ってこねえっていう、あれは債権の問題だね。まあ、そうするとちょっとさっきのね9ページの方に戻るけれども、そうするとこの587条っていうのは何が言えるかっていうと、結局返すことを約束してお金を受け取った場合には結局それは請求権が発生しますから、結局貸した人は借りた人に返せって言えるようになりますよってことがこれで決まってるわけです。書かれてるということになります。でちなみにこの債権についてはせっかくだから触れとくと、債権者と債務者って言葉ね、聞いたことあるかしら。よくあるのが金貸してる人が債権者で、金借りてる人が債務者っていうのが、まあ、日常的な使い方ではあるんですが、正確に言うと債権者っていうのは請求権を持ってる人、請求権を持ってる人が債権者で、債務者っていうのは請求権を持たれてる、つまり請求を受ける側が債務者ということになります。なので勉強するときにだからしっかり押さえてほしいのは、じゃあこの時売り主は債権者ですか債務者ですかって話ね。パソコンの売買契約において今契約が成立しました。売り主は債権者でしょうか債務者でしょうかって言ったら、これは両方ともなんだよね。つまり代金債権については債権者ですよ。売り主は代金を払えって請求する側だから代金については債権者だけれども、引き渡しについては債務者になってますよね。引き渡しについては引き渡せって言われる側だから債務者ということになるというふうに、一応債権者債務者っていうのは、これは債権によって決まるわけだね。その人に属してるわけじゃないんですよ。その何の債権が問題になってるかによって債権者なのか債務者なのかが変わってくると、まあ、いうことになります。ではちょっと戻りまして9ページの方にもう一回ね行くと、そうするとこのように、効力を生じるのはこの契約の効力というのは債権の発生原因であり物件の変動原因だと。で物件っていうのはことはちょっと書き付け足しておくと、まあ、人から物への支配権ということになります。まあ、ちょっとここは書き足しちゃってますけれどもね、人から物に対する支配権のことを、まあ、物件と、まあ、読んでいくことになります。で、そうすると、ちょっと話をね、ようやく、最初いろいろ説明しながらね、まあ、最後完成していく感じで今日進めていきますんで、じゃあ2ページの事例ちょっと戻りましょう。じゃあ2ページの事例ちょっと戻っていくと、じゃあ結局、一番最初にこれってね、主張反論の組み立てっていう形で見ていくと、X はどうして金返せって言えるのかっていうと、さっき言った587条の約束してお金を渡したってことをしてるからなんです。つまりここですね、100万円を貸し付けたって言葉が書いてあるんですが、で、これはちょっと法律用語になっちゃうんですけれども、貸し付けたっていうのは返すことを約束してお金を渡すことを貸し付けるっていうんです。なので、実際にこの貸し付けたっていう言葉っていうのが、これはですね、一般的には、金を返すという合意と、
まあ、金銭、受注のことを言う言葉なんですね。まあ、これはもちろんね、ちょっと若干法律的な言葉になっちゃうから、初めてやられる方はそうなのってなるけど、そうなんですよ。貸し付けたって言ったら約束して金渡すことです、ということなんです。でそうするとこの X が請求する理由っていうのは何なのかっていうと、出発点は、まあ、この辺ちょっとこれもいろいろとちょっとやりながら、後で書かなくてよくなってくるぐらい楽になるので、X から Y については、まあ、やっぱりまず最初に、まあ、お金を貸したってことですから、この587条という条文があったから、そうすると、まあ、お金を貸したと。で、さっき出てきた消費貸借って言います。金銭消費貸借契約が成立してるんだと。でこの金銭消費貸借契約が成立してるんだから、だから何をするかっていうと貸金返還請求権、押してるんだってことになります。いいですね。あ、もちろんこれあれですよ、契約化して弁済期が到来したからね。確か令和4年だっけ、令和4年1月5日に返せって言ってるから、まあ、約束してその約束の期間が来たよと。約束をして約束の日が来たんだから金返しなさいなっちゅう話だわっていうことだよね。で、まあ、一応これで、まあ、貸金返還請求権っていうのが基礎付けられる。で基本的にはこれで相手の反論がなかったら X の勝ちって終わるんです。 で当然これで終わっちゃったら問題にならないから、じゃあ Y としては何か反論がないかっていうのを考えるわけですよ。でそうしたら Y の中で何か反論がないかって見ていくと、スーッといきましょう。Y としてはなんとなくこれで、あ、そうだねってなっちゃったら Y の負けなんですが、 Y としても何か、ちょっと嫌だなと、返したくないなっていう時に何か Y として言い分ないかってことがある。そうすると、まあ、今回ちょっと事例になっちゃうけれども、やったら年取ってますよ、年っていうかね、もうやったら年代経ってますよね。もう令和21年10月7日とか言ってるから、もう貸してから、弁済期から見てももう17年近く経ってると、まあ、いうことですから、そしたらまあおそらく聞いたことあるけれども、まあ時効っていうの聞いたことありますよね。なんか金借りたけれども、もうしばらくなんかほったらかししたら返さなくてよくなりますよっていうね、時効とか、まあ、まあ、あとはまあ他にも時効では取得時効って言って、人のものをずっと持ってれば自分のものになっちゃうみたいな、ちょっとまあずるい制度があるんですよ。でこの時効っていう制度っていうのがあって、でじゃあ Y としてはもうこれ時効だから返したくないと思ったとします。じゃあそれどうするかって言ったら、もう時効だよっていうのを、それを基礎付ける条文を探すんです。要するにそこに必ずどっかにありますからね。もし仮に返さなくていいならば。で、そうすると、まあ勉強していくと、実際に時効で返さなくていいっていう条文を探すんですね。で、すると、はい、まあページで言うと、これ9ページのところ行ったり来たりになっちゃいますけれども、やっぱりあるんですよ、消滅時効っていう条文が。で、その時に、やっぱり要件効果でしっかり見ていこうね。166条という条文があって、で、これ166条、丸1って書いて、これ1項と読むんですが、166条1項を見ると、債権は、次に掲げる場合には時効によって消滅すると。ということは、まあ、これ債権は、次に掲げる場合には時効によって消滅するってあるから、ということはこの次に掲げる場合に当たることを、Y は言えればいいんだよね。つまり相手は請求権として債権、貸金返還請求権を主張しようとしているわけだから、それを消せる、まあ、いわゆるツールなんですよ、消滅させるツール。よし、じゃあ消滅させるツールなんだから、そのためには要件揃わなきゃダメなんだから、じゃあ要件はというと次に掲げる場合ですよね。でこれ1、2ってあるけど、1号、2号ってあるんですが、一応今回は通常こっち使います。まあ、今回2も使えるんだけどね、今回2も使えるんだけど、権利を行使できることを知った時から、5年間行使しない時には、時効で消えますと。じゃあ権利行使できることって何でしょう。要は金返せって言えることですよ。つまり金返せって言えることを、通常この人お金貸してる張本人ですから、令和4年の1月5日に返せって言えることは知ってますよね。だって金貸してんだからね、1年後返してねっつって金貸してるわけだから、令和4年1月5日が来れば、自分の権利を行使できることを知ってるはずですから、そうするとこれっていうのは、まあ、弁済期到来時というふうに言えそうですよね。これは令和4年の1月5日のこれ弁済期、でこれでこの人 X っていうのは当然権利行使をすることは知ってます。金を貸してる側ですから。ということはその日から5年間行使しないということですから、まあ、見ていくと
令和9年、まあ、1月5日段階で何もやってないよね、この人ね。ということは、なんか X としては金返せって言えるんだけれども、 Y としてはそれに対して、まあ、この消滅という効果を166条でまあ導けそうだと、まあ、いうことです。じゃあこれでなんとか Y としてはいけたと。じゃあ X としては、ちょっとまた言われますけど、じゃあ X としてはそれで、はいそうですかなら X の負けなんです。もう X はこれ負けてしまいますわね。だからじゃあ X としては、じゃあなんかその時効の話が出てきた、それに対して何か反論が作れないかって話になるんですよ。でイメージとしては、そのキャッチボールのやり取りでぶつけられた方が負けなんですよ。要するにボールの投げ合いなんですよね。もう金返せ、時効で消えた、何かの反論っていう形で組み立っていくと。で、まあ、実際だから、これを見た時に論文の問題っていうのは、なんか神様目線でバッと見ても答え出てこないんですよ。もう神様目線でこの問題の争点はこれだなんてポッと出てくるわけじゃなくて、素直な流れで考えるんですよ。 X がまず何かを請求する。でそれに対して Y は、まあ、時効の主張だよね。 Y からすれば166条の1項1号で、まあ、弁済期令和4年1月5日から5年が過ぎたと。5年が過ぎたと。ということは、これは消滅事項が完成していると。じゃあ消滅事項が完成しているから、これを阻害することができるんだと、まあ、いう話をしたいわけですよ。じゃあこれに対して、じゃあ X どうします、はい、じゃあ X どうなるでしょうかと、まあ、いうことになるわけですが、じゃあ X としては何かそういうふうに言われたけれども、まあ何か生の事実で考えてみましょう。時効で私返しませんよっていうふうに言ってるけれども、まあ、生の事実で考えていくと、どうやらこういうふうなこと言ってますよね。まあ、X の立場に立ってください。でもあんた返すって言ったじゃないですかっていう話ですよ。つまりこの令和21年の10月7日に Y に対して貸した100万返してくれって言ったところ、もうすぐ大きな仕事の収入が入るんだから待ってくれと懇願した。つうことは結局これあんた返すって言ってたじゃないのと、まあ、いうことは何か使いたいですよね。まあ、X としては、例えばこれはまあ皆さんが実務家になって例えば弁護士を選択した場合だったら、まさに法律相談とかでこういうことを言われた時に、それが法的に何を意味するかを考えるっていう話です。ただ X としてみれば、でも Y は返すって言ってたんです、言ってたのに、そんな時効なんで納得いきませんみたいになるわけですよ。そしたらそれを実現できる条文があればいいわけです。じゃあ実際にあるかって見ていくと、まあこういうのがあるんですよね。152条、一応152条という条文が、これは時効の更新というもので、で大体これね、今最初だから私ので誘導説明してるけれども、大体こういうのっていうのは、この攻撃防御のパターンみたいなのが大体あって、相手が時効で消えたって言ってるでしょ。でその時にこの152条で何て言ってるかというと、時効は権利の承認があった時はその時から新たに時効の進行を始めるというもので、この新たに進行を始めるというのは、これはね、時効の更新といって、時効はリセットされるっていうやつなんです。つまり、まあ、よく時効っていうのは完成するんだけども、完成する前に何かしらのなんかそういう更新っていうのが起こると、時効は一回リセットされて一からやり直しになるんです。でそういう制度が一応この更新という制度で、まあ、日本語的にもこの新たに進行を始めるって言ってるから、あ、これ時効の更新ってやつなんです。まあ、考えてみたらね、これ権利の承認、つまり権利を認めたらそこでリセットですってことです。まあ、権利を認めたらそこで時効はリセットされるっていうね。まあ、これはいわゆるリセットしますよっていうものです。で特に本論編の民法とかで、まあ、民法1からがっちりやるけど、民法の勉強でこういうことを学んでくるからね、今知らなくてそれは当然です。でただよく考えたら、時効の更新って普通によくやってんです。例えば、まあ何ですかね、30年前とか40年前に借りたものっていうのが時効完成しないっていうのは大体これなんですよね。例えば、まあ、50年前にしましょうか、極端に50年前にお金借りてる人が、まあ、本来だったらね、時効が完成してなくなりそうなんだけど、例えば年1回1万円ずつ返してるとしますね。でそうすると、それって1万円返すってことは何を意味するかっていうと、要するに借金あることを認めてる行為なんですよ。
例えば、ね、50年前に100万借りて1年に1回1万円ずつ、ね、もう年末に1万円1万円って返してる人がいたら、それは1万円返すためにあなたに金借りてますよってことを認めてるってことなんですよ。ということはその返した瞬間に リセットされてるんですよ。だからもう毎年毎年時効をリセットするから、まあ、時効っていうのは完成しないんですよ。まあ、5年ないし10年の時効は完成しないと。でこのように権利の承認っていうのは、まあ、今回こういうことで、ね、要件は権利の承認があったらリセットということですね。でこの権利の承認っていうのは積極的に何かを認めるというものではなくても、まあ、これは例えばですけれども、さっき一部払ったみたいなね、そういったものも、まあ、認めてる行為ですよね、とか、この権利を認めるっていうのはね、ちなみにこれはちゃんとした金融機関とかだったら債務承認書っつって、私はお金借りていることを認めますなんていうね一筆を取ったりしますけれども、別にその一筆がなくても要するにこれっていうのは、債務者が辞任する行為、辞任行為も広く含まれます。ということは、まあ、X かな、 X としては Y が認めてんじゃねえかと、ていうか認めてるってことは時効はリセットするんだっていう主張をしたいわけです。じゃあちょっと見るとね、また行ったり来たりしちゃいますけれども、じゃあ辞任行為してますかね。でここはしっかり予備試験の問題だからちゃんと触れると、これがちゃんと辞任行為であることを説明できるかどうかです。まずは、つまりいい加減に貸した100万円を返してくれと口頭で催促したところ、もうすぐ大きな収入が入るから頼むまで年末まで待ってくれというこの Y の発言がちゃんと辞任行為であることをちゃんと説明できるかと。まずポイントは、この頼むまで年末まで待ってくれっていうのはこの言葉との対応関係で生まれてるんですよ。100万円返してくれという催促に対してこれに対応する形で待ってくれっていうふうに言ってるわけだから、そうするとこれは要するに事実の評価なんですよね。その要するに100万円貸した、でちなみにこの貸した100万円っていうのもこれポイントで、貸した金返してくれとか、まあ、もしこれがちゃんと言ってなかったら、この人が例えばですね、100万円だけではなくてなんか別に本を貸してたとかだったら、いい加減貸したの返してくれよだった場合、待ってくれっていうのはそれは100万円と結びつかないでしょ。だからまずその100万円の催促をしたことで、通常100万円の催促をするってことは、まあ、普通まあ100万円何回も貸すことはないでしょうから、この貸した100万円を返せというこの発言に対してそれとこうする形で、まあ、年末まで待ってくれって言ってるんです。つまり、まあ、よくあるけど、例えばね、メールとか LINE とかそういったのをやり取りでちょっと待ってくださいだけだったら分かんないわけですよね。それは前に100万返してっていうその履歴があればつながるよね。100万返して待ってくれなら、この待ってくれは返済を待ってくれになるんだよね。だけどで今回それがちゃんとあることもちゃんと必要だね。だからこの100万円返してって言われた後に待ってくれって言ってるから、これはだから100万円の返済猶予、これは100万円の返済猶予と申し入れと評価できると、まあ、ということはこれは結局何かって言ったら、まあ、借りてることを認めてなきゃ言わないよね。借りてることを認めてなければ返してくれって言わないわけですよ。で、これだから辞任行為として、これはいわゆる権利の承認に当たりうると。さっき言った権利の承認というのに当たります。じゃあ X としてはこれでリセットだって潰したくなるんだけれども、ただこれちょっと触れておくと、X からしてみれば、これそれでいけば勝ちなんだろうけれども、ただ厄介なことは、時効のリセットっていうのは時効完成前にやるもんなんですよ。でしょ？だって時効が完成する前に時効管理としてリセットするわけだから、確かにこれって100万円の返済猶予の申し入れはしてるけれども、ただ時効完成後にやってるんですよね。ということになってくる。そうすると X のこの言い分っていうのは152条だけではどうにもならないわけです。で、じゃあそしたらどうなるかっていうと、実はさっきのね9ページの戻るけれども、この権利の承認っていうのはもちろんこれ時効完成前に行われることが前提です。
時効完成した後に、こういうことを行うことはもちろん時効のリセットっていうことからも、想定されていません。一からやり直しってことは時効完成前。じゃあ時効完成後に、債務を認めたらどうなるか。これ条文ないんです。条文がないんです。ということはここで争点化するんですよ。その言ってみればキャッチボールしていく中で何かしらの争点っていうのが出てきます。で今回はこの人は何らかの辞任行為はしているけれども条文上は152条では時効完成前のことを前提とした条文があるんだけれども時効完成後にそれをしたらどうなるのかってことについては、まあ、条文では定かではない。じゃあその条文上定かでないものをどう解決するのかっていうのがこの問題っていうことになる。そうするとまあ慣れてしまえばねもうシャッとできるようになるんだけどそうするとこの問題の、まあ、結局争点は何なのか。時効完成後に、権利かな、時効完成後に権利を認めた場合いかなる効果が生じるのかは分かんないんです。でそこを読み解ければいいわけですよね。そうするとまあそのために結局 X は Y に対して一応令和21年の10月7日に一応、権利承認をしていると。だから Y によって権利承認してるから、まあ、時効更新してこの消滅時効をこうやって潰したいところではあるんですよ。だけどこれが Y からしてみれば時効完成後なんだから時効完成後なんだから更新の性質上で時効の更新まあ時効の更新とはならないよっていうのが Y から出てくる。そうすると結局この争点としてはじゃあ時効完成後に権利を承認した場合いかなる効果が生じるんですかっていうことが争点なんです、まあ、行きたいわけですね。いいかな。そうすると結局は これで争点が形成されると。まあ、っていう話なんですよ。まあ、実際必ずしもようわからんみたいなところってのが必ず出てくると。まあ、X からしてみれば、まあ、権利承認自体はあっただろうってことなんだろうね。権利承認はあったんだろう。だけれどもさっき言ったけどこの152条という条文のこの更新というのは、まあ、やはりその Y が反論するように、時効完成後に行われている以上は、性質上更新にはならないだろうという反対が出てくると。でそれに対してどういうふうに処理していくのかっていうそういうふうに争点形成するということになります。で一応ちょっと問題の方に戻るとね一応ここまでのところで、一応大体まずこれ結論は出しますけれども、まあ、大体その事例問題 の, そのアプローチのまず考え方ですね、まあ、当事者の主張をまず、考えるわけですよね。でその当事者の主張を実現するためのまず条文を引く。でその当事者の主張を実現するための条文を見たときに要件があるかどうかをまず事実から見る。で要件揃ってんならばまず片方のターン終わりです。でそしたらそれを受けた方が今度はそれを反対するための権利を消滅させたりとかもしくは権利を阻害するための何か、根拠がないか。で、それ実現する条文があるか。で、それがあるとしたら要件満たしているか。で、それが満たされれば今度はそっちが、まあ、OK と。で、これの繰り返しなんです。そうすると、一般的には条文で解決できないものが生まれてきます。
で今回の場合だったら、権利承認、あ、時効完成後に行われた時効完成後に行われた権利の承認というものが出てくるわけ。そしたらそれをどうするのかっていうのが今回の問題っていうことになってくるわけね。でそれに対して解決できればこの問題は結論が出るだろうと。じゃあどうやって解決するのかっていうことについては、まあ一応ね、今日これ頭出しだけしてると休憩挟みますけれども、まずそうすると大体流れとしては最初こういうふうに考えるよね。まずなぜ X は100万円返すと Y に請求することができるのか。これ587条の要件を満たしているからです。で Y は X に対していかなる反論できるかって言ったら、まあ時効の消滅の反論ができる。で、Y のもうすぐ大きな仕事の収入が入る予定だから頼むまで年末待ってくれっていう発言は、これは前の X の請求との関係で100万円に対する辞任行為って意味を持つと。で、まあ、争点としては、でもこの辞任行為が行われたのは、辞任行為が行われたのは時効完成前であれば152条で X の反論を通るんだけれども、時効完成後にこの辞任行為が行われているから、この辞任行為がまあいかなる意味を持っているのかっていうのが争点になると。じゃあどう解決するか。で解決の仕方はもう決まってるんですよ。もう条文判例学説っていう考え方です。まず条文があるなら条文で解決できるでしょ。で条文で解決できなかったら、まあ、判例ってなる。で判例ってそもそも何っていう話ですね。結構勉強してったり先取りとかで受けられると判例って当たり前に出てくる。で当たり前のように判例って学習するんだけど、まあ、全体構造から民法の最初ではね、そこからやっていくと、ある具体的な事件について最高裁判所が示した、判断のことを判例って言います。でこれはすごい細かいかもしれないけれども、最高裁判所が示したものを判例と言います。で地方裁判所、高等裁判所が示したものは裁判例といって区別されます。で、先例としての価値があるのは最高裁の判例です。だから、まあ、判例があるものについては基本的には判例の立場というものを示せばいいってことになります。判例の立場を示せばいい。でもちろんこれね、条文は六法にありますけれども判例はありませんからね。判例付き六法を引けばね載ってますけれども、論文式で引けるものは判例ついてませんから、その判例はちゃんとストックしなきゃいけない。で特に予備試験の傾向から言うと、この判例の知識がやっぱり問われます、かなりの率で。でちょっと1ページに戻ると、じゃあ実際にじゃあこの処理の仕方っていうのは本当こういう流れなんですよ。その時系列人物関係を踏まえて、まず事例の内容を、まあ、正確に把握しようと。まあ、聞かれる論点は3つなんですよ。まず事例分析で、これはまず時系列とか人物関係を踏まえて事例内容を把握して、で当社の主張は何ですか、反論は何ですかっていう、こういうキャッチボールをやっていく中で何かしらの争点形成がされます。で何かしらの争点形成がされます。で争点形成がされた場合、その争点に対する判断をすればいいってことです。じゃあこの争点のための判断をするというための視点としては、条文プラス判例ってことになってきます。で、まあ、条文がまず出発点、まず条文が出発点 でその後判例っていう感じになります。まあ、だからこの下にありますけれども、まず条文があって、これは当社の主張を実現するのがまず条文で、そして条文だけでは解決が難しい場合、にはやっぱりこの判例という考え方を用いていくと。あ、ごめんなさい。ということですね。なので、今日講義では、まあ、全部やりますけれども、まずは条文を、まあ、読めるようにして、で、その後判例を、まあ、理解するっていう流れになると思いますが、まあ、そうすると、まあ、判例っていうのはそういうものとしてありますよってことはちょっと押さえておいていただいて、で、少しまあ、この流れの中で実際この問題解いていくんですが、ちょっと休憩挟んでね、じゃあ、まあ、条文を読み方とか判例の読み方ってちょっと学んでいくってことになりますが、まあ、やっぱりまずは出発点としては、じゃあ条文しっかり読めるようにならなきゃいけないんですよね。でさっきの2ページ目の問題の一応結論っていうのは今日、まあ、最後出していきますけれども、少し休憩挟んで、じゃあ条文っていうのをどうやって読んでいくのかってこととか、あとは判例っていうものをどうやって読んでいくのかっていうね、そこのところで特に間違いやすいところとかそういったところも含めて、ちょっと休憩挟んだらやっていくことにいたします。じゃあそれではちょっと一旦ここで休憩して、休憩後、再開いたします。じゃあそれではですね、ここからは2セット目ということで、まあ先ほどの1セット目というのは、例えば導入的な部分が多かったですけれども、ここからはややね、法律の内容にちょっと入っていく感じになっていきます。特に先ほど触れたように、紛争解決するためにはとりあえず条文読めなければ始まらないと。で条文読めるようになって、条文の解釈みたいなのができるようになる。
で、まあ、条文どうしても処理できないところについては、まあ、判例というものにまあ頼っていくということになりますから、やっぱり条文をしっかりと読めるようになることと、それから、まあ、判例をしっかりと読めるようになることというのが、まあ、必要な学習ということになってきますので、まずはここで、条文の読み方を、ね、ちょっと見ていくということになります。するとですね、ここからはレジュメとしては3ページの内容になります。で、まあ、一番最初にこの条文の読み方っていうのをやるんですが、まあ、これは本当にもう読み方をしっかりと、まあ、作法というかね、もう読むルールみたいなものを最初にしっかり、やっておかないと、まあ、条文がそもそも読めないっていうことになっちゃいますので、まずはちょっと知識面としてしっかりと、前提になるところを押さえていきましょう。これ3ページになりますかね。でこれは特に講義を受けるときに、例えば最初にこの言葉というか定義知らないと、何だろうってなっちゃうので、まずちょっとそこは共通認識みたいなところとして、まず条文の読み方の順番としては上から何条何項何号っていうになります。まあ、例えば刑法19条って今やりましたけれども、19条、まあ、条文は1条2条3条になるけれども、その次のものですね、19条の次にこういうふうに分岐するところはこれは項と読みます。ですからこれは19条1項19条2項と読みます。でさらにそこからさらに分岐すると号になります。なので例えば、まあ、ちょっと例としては、この19条1項っていうのは、次に掲げる物は没収することができると書いてある。で、まあ、没収することができるものが、まあ、4つずっと書いてあって、でそうすると例えば犯罪行為を蘇生したもの、犯罪行為のように供しまたは供しようとした物、犯罪行為を蘇生した物、犯罪行為のように供しまたは供しようとした物など、まあ、1号から4号まで書かれているけれども、例えばここで、まあ、例えばこの犯罪行為のように供しまたは供しようとしたものというのは没収の対象になっているというのは刑法で決まっているわけですね。でそうするとこれ例えば何かって言ったらこれ例えば殺人の凶器みたいなものについては没収の対象だよってことです。つまり犯罪行為に使ったものとか、使おうとした物については、没収の対象になる。でこれを例えば指摘するときには、この19条1項2号っていうふうにちゃんとこれ言えるようにしておきましょう。で講義の中でもこれ19条1項2号って言ったときにとりあえずこういう形でここを指してるなっていうね、まあ、そういう感じの、まあまあ、言ってみれば何丁目何番地みたいなね、そういう住所みたいなものになりますので、まあ、上皇后という順番であるということは確認しておきましょう。でそしてその上でよく皆さんが間違えるのがここの部分です。次に掲げる物は没収することができるっていうふうにまあ書いてありますよね。でこれっていうのを結構よく特になんか大学生の方とかがなんか定期試験とかでこれをね、19条1項本文とか書いたりするんですけれども、これは本文とは絶対言わないでください。19条1項柱書きと言います。でつまりこの1号2号3号4号の前に載っているこの部分のことを一応これ柱書きと呼びます。で、まあ、もしペラッと見れるんであれば、今日の講義の中で、例えば9ページのところでも166条なんていうのがありましたよね。まあ、166条で、例えば債権は次に掲げる場合には時効によって消滅する、1号2号とかになってますよね。でこの債権は次に掲げる場合には時効によって消滅するというのはこれは、166条1項柱書きと読むことになります。じゃあなんで本文って読んじゃいけないか。本文っていうのは別な使い方があるんです。それがね19条2項を見ていただけると、はい、この没収は、犯人以外のものに属しない物に限りこれをすることができる。まあ、これがまず19条2項に書いたんだけど、これは刑法では没収というものは犯人以外のものに属しない物に限りすることができる。まあ、これは何が言えるかというと、要は犯人の物とか遺留物が没収の対象だよってことを言ってるんです。まずはね、この日本語的には、この犯人以外のものに属しない物、つまり犯人以外の物以外じゃなければ没収できませんよって言っていて、まあ、具体的には犯人の物であったりとか遺留物が没収の対象だよってことを言っています。でただし犯人以外のものに属する物でも犯罪の後にそのものが上司って取得したものであるときは没収することができると書いてある。でこのただしってついてるときのこのただしの前の部分がこれが19条2項本文なんですよ。でただしから先がこっちが19条2項一応漢字にしますけど正し書きって言われてます。でこの正しの前と後ってイメージなんですよ。で本文正し書きっていうふうに言います。でこれ何を意味するかというと、この条文では正しって書いてあるときには必ずです、これは原則例外書くんです。つまり2項本文っていうのは何を言ってるかというと、犯人以外の物は犯人以外に属する物は没収できないんですよ、原則は。
例えば犯人以外の、まあ、そこ日本語は複雑だけどね、犯人以外のものに属しない物のみが没収できるってことは、犯人以外のものの所有物とかは没収できないよっていう条文なんですよね。でただしその犯人以外の所有物でも犯罪の後に分かって取得したものは例外的に没収してもいいですよっていう条文なんです。ということはこの本文正し書きになっているときには、まあ、必ず原則と例外の立て付けになっている。でこの時の原則部分を本文っていうんですよね。なので一応ここはもうちゃんと本文が原則で、正し書きが例外になってますよということです。でちょい細かい話ではあるけれども、これはしっかり押さえておいてください。いいですかね。でそしてさらにちょっと細かいところもうちょっと詰め込んでいくと、このように原則例外みたいな立て付けになっているときには本文正し書きって言います。でそうではなくて、ただ単に2つの文並んでいるときは前段後段って言います。例えばこの憲法21条の、2項っていうのを見ると、検閲はこれをしてはならない、通信の秘密はこれを犯してはならないというふうに、ただ単に並列的に2つ並んでいるものは、これは前段後段というふうに言います。いいかな。なのでその指摘の仕方だよね。実際論文書くときには条文指摘しなきゃいけないんで、その時に、きちんと間違いやすいものはやっぱり柱書きって概念ね。括弧1にある通り、この柱書きっていう概念はこの、まあ、分岐の前にこういうふうに置かれているもの、これがまあ柱書きで、本文正し書きっていうのは原則例外を示したもの、原則が本文、例外が正し書きだから、まあ、そうすると必ず正しの前が本文、正しの後が正し書きになると。で前段後段は並列的に2つの文章が並んでいるときに使われるものということになります。ですかね。で特に今日の講義の中では全体構造で一応この刑法19条を引いたけど、刑法19条を覚える必要は全くないですから、ここはまた追ってね、学習進んでいく中でやりますから、こういう条文があるんだぐらいの、その例だと思っていただければと思います。じゃあここまでのところがこの条文のまず読み方なんですが、この下が実は重要なんです。まあ、そこまでも重要だったんだけど、この法令用語の基礎ということで、これは法律の勉強を、する上で絶対に、間違えちゃいけないものを並べました。やりだすとこれ切りなくてもう何十個もあるんだけれども、とにかく講義の中では出てくるたびにね、こういう法令用語とかやっていくけれども、まあ、入門段階でまず知っといた方がいいものをちょっと並べました。まずまたはともしくはです。なんか同じですよね。どっちもオアに見えるよね。オアだよね、意味的には。ですからこれ明確に区別されてます。結論から言うと、またはがでかくて、もしくはが小さいんです。まあ、ちょっと条文見た方がいいかな。人を殺したものは殺人罪だね、これね。死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処すると書いてあって、またはともしくはってのが並列してるね。でこの時のまたはともしくはっていうのは、例えば A オア B オア C みたいに完全な並列じゃないのよ。もしくはがちっちゃいんです。つまりもしくはっていうのは、無期もしくは5年以上の懲役に処するの、この部分がもしくはでつながってるんです。でそれに対してまたはっていうのは大きくつなぐんですよ。まあ、慣れちゃえばなんてことない。死刑または無期もしくは5年以上の懲役っていうことなんですね。このまたはともしくはっていうのは、まあ、死刑または懲役なんですよ、つなぎ方としては。つまり人を殺した人は死刑か懲役になるぜっていう、死刑と懲役をこう並列するときにまたはって使ってる。でこのもしくはっていうのは、そのまたはの中にある無期もしくは5年以上の懲役の無期と5年以上をつないでるっていうイメージです。なのでこのまたはっていうのは、つまりまあ大きいんですよ。またはが大きくて、もしくはが小さいんですね。またはっていうのがまあ大きくて、もしくはっていうのが小さいと。ではちなみにですけれども、じゃあ次のやつ、およびならびに、これもまあ日本語的には同じく and なんだけど、これも一応区別はしてます。でちなみにこのまたはともしくはは、これ読み方間違えると意味変わっちゃうケースもあるので、そのだからちゃんと正確に理解しておく必要があります。その A をは B をは C をどう括弧でくくるかによって意味が変わっちゃうこともあります。でちなみにおよび並びにも同じで、これどっちも and なんだけど、結論から言うと並びにがでかいです。およびがちっちゃくて並びにがでかいです。だから例えばこの会社法355条では、
とりあえずこれ会社法の条文で、ね、取締役っていうのは法令定款株主総会決議を守れって言ってるんですね。でこの定款というのは会社法で勉強するけれども、定款というのは会社のルールです。もうざっくりともう会社の内部的なルールみたいなのを定款って言います。でそうすると結局取締役は法令と定款、会社の内部ルールと株主総会の決議を守りなさいなっていうふうに3つを守ることになってるんだけど、あの条文上はこういうふうに読むんです、まあ、あの結論からするとおよびがちっちゃいので、法令および定款、法令および定款並びに、あ2がこれ、株主総会の決議、こうなります。つまりおよびがちっちゃくて並びにがでかいんです。っていうこういう感じになります、法令および定款並びに、株主総会決議を遵守しなさいと。でもちろんこれね、あのすごい、あもうなんか気づいた人もいるかもしれないけど、 A&B&C だから別にあんまり意味はなさそうに見えるよね。結局はね、大きかろうがちっちゃろうが意味ないだろうって思うかもしれないけど、これあのでも立法者の結構ね、立法の趣旨みたいのが読み取れるんですよ。あのどうしてかっていうと、なんでこういうふうにしたかっていうと、法令と定款っていうのはどちらもこれ法律っていうの、法律とか法令ってものは、まあ、これは詳しくやるとあれですけれども、まあ、国会とか内閣が作ったそういう法規範です。で定款っていうのは会社の中で作られているそういう法規範です。つまりこの法令と定款をまとめることによって決まったルールを守れっていう趣旨なんですよ。で株主総会の決議っていうのはみんなで決めたことでしょ。つまりルールとみんなで決めたことを守りなさいっていうのが大きく2つあるのよ。つまりそれが法令及び定款と株主総会決議、つまりこの法令及び定款っていうところの中にもう定められたルールを守りなさい、それからみんなで決めたことは守りなさいっていう大きな枠があって、でその定められたルールっていうのが法令と定款なんですよ。つまり国会内閣などが決めたものとか、会社のその中で決めたことっていうルールだね。そういう、まあ、定款っていうとなんかイメージ湧きにくいけど、あの学校とかでいうと学則とか校則みたいなもんですよ。そういうふうな、まあ、法令とか定款もそういうルールとみんなで決めたことは守ろうねっていう、まあ、そういうふうなためになってるということになります。なので一応こういうものについては、一応法律っていうのはきちっとその読み方が一義的になるようにできてるのよ。読み方がそのまあ、解釈についてはこの後やるけれども、少なくともこういうふうに、まあ、正確に、まあ、記号的に正確になるようにっていうになってますから、またはもしくは、および並びにっていうのはちょっと意識してみてもらえて、ね、まあ、または、まあ、一応でかいものはまたはがでかいと、またはもしくはまたはがでかいと、でおよび並びには並びにがでかいんです、っていう感じですかね。ここはちょっと意識しておくというかな。であとはですね、次にちょっと細かいですが、時と時も区別されます。でひらがなの時っていうのはこれは場合です、要は何とかな時って言った時にこういう場合って意味で使います。で時っていうのはこの漢字で使った時にはこれは時点です、時点なんですね。で例えばこれ、まあ、書いてあるけどね、憲法60条2項なんか例出しますと、予算について参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、なんかこれね、公民とかでやってるような話かな、予算について参議院と衆議院が違った議決だったら、法律の定めるところによって両院協議会開いても意見が一致しないときはっていうのは、これはその瞬間とか意味ではなくて、そういう意見が一致しない場合にはって意味で使われています、両院協議会を開いても意見が一致しない場合には、国会の議決になる。でちなみにこの時と時っていうのは結構ね、明確に区別されるし、あとこれ答案とかで場合の意味なのに漢字書かれたりしちゃうと、あれ大丈夫かなってなったりするのよ。実際皆さんがね、論文答案書く時とかに、何とかの時にっていう時に、まあ、場合って意味で使ってるのに漢字の時書いてると、あれちょっとなんかちゃんと大丈夫っていうね、あとはその時点でをさ、ひらがな使われちゃったりするとまずかったりするので、ここはちょっと意識しておくといいです。でちなみにですけれども、これはさっきも今言った話とつながるんだけど、この法令用語をちゃんと理解しておかないと、例えば読める読めないもあるんだけど、皆さんが答案書くときもやっぱりそのおよび並びにの使い分けが間違ってたりとかするとあれってなっちゃうので、そこはちょっとまあ使いこなせるように、まあなんか外国語みたいなもんなんで、まあ、触れてれば自動的にできるようになります。なのでそこはまあそんなに目くじら立てる必要はないんだけれども、まあ、ちょっと読むときは意識するといいかな。で実はこれさっきの9ページなんかでも実は明確に使い分けられてたんですよ。166条とかも見るとね、
166条の例えば1号をもう一回見るとさ、明確にこの時っていうのがさ、漢字使ってるでしょ。債権者が権利を行使できることを知った時点からって起算点だから、これ漢字なんですよ。債権者が権利を行使することができることを知った時点から5年間行使しない、次ひらがなでしょ。そういう場合には時効で消えちゃいますよっていう意味なんです。いいかな。で、実はこの152条もちょっと細かいけどさ、時効っていうのは権利の承認があった、そういう場合はその時点から進行を始めるっていうことだよね。その権利の承認があった場合にはその時点から起算するよっていうね、明確にこの起算点を表すときにはこの漢字の時が使われていることが分かるかなと。で、あとはですね、次がやっぱり重要なところで、ちょっと戻りましょう。次はぜひちょっと意識的に、ちょっとマスターしてほしいものかなというのが、絵です。で、これはちょっと線引いとくかな、重要です。推定するとみなす。で、この違いは、どっちも日常的にはそういうものとしますって意味ですよね。日常的にはね、推定します、見なしますって、なんか同じなんですが、法律ではもう全然違います。結論から言うと、推定するはひっくり返ります。例えばこの186条2項っていうのは民法のまあ4回目ぐらいでもやるんだけど、 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は継続したものと推定するって書いてありますよね。で、これは例えば取得時効って言ってね、人の物でも10年とか20年ずっと持ってたら自分のものできちゃうんです。これは取得時効っていう制度があるんだけど、例えばその代わりそれってさ、20年占有していることなんか証明できないんですよ、私たち。だって20年間監視カメラつけてるわけじゃないから。で、その時どうするかっていうと、20年前と今を占有してるってこと、占有っていうのは支配してるのね。20年前に占有してます、現在占有してます、この2つの証拠があったら20年間占有したものと扱われるんです。ただそれはそう扱われるだけで、例えばそれで時効取得を争う人が、いやいや、確かにあなたは20年前も今も占有してるかもしれないけど、でも今から5年前あなた占有奪われてますよっていう証拠が出てくれば、それはひっくり返るんですよ。つまりあくまでも一応そう扱うよってことなんですよ。一旦そう扱うけれども、違った証拠が出てきたら推定は覆ります。で、それに対して見なすっていうのは覆ることはありえないんですね。例えばこの民法939条で、相続放棄って言ってね、これも民法でやるんだけど、相続放棄ってなんか実際、なんか例えば誰か相続人が亡くなって、被相続人が亡くなって、で、実際財産調べたらもう借金まみれだと。で、借金も相続の対象だから、もう相続したらこっちも借金まみれになるときは相続を放棄することができるんです。で、もしこれを相続を放棄した場合には、初めから相続人にならなかったものとみなします。で、これはどんな事情があっても相続人になることはありえないんですね。これはもうそのような、もう個別的な事情とかそういったものはもうなく、常にそう扱われます。で、これはね、昔は今年から例変えたんですけど、昔はですね、成年偽制って言って、未成年者が婚姻した時にはもう成年とみなすんです、成人とみなすんですよ、っていう規定があって、ちなみに今はね、成人年齢18歳になったでしょ。成人年齢が18歳で、婚姻適齢といって結婚できるのは男性女性ともに18歳なんですよ、今。ですからそうすると未成年者が婚姻するってことなくなったんですよ。もう成人年齢が18歳で、男性女性ともに18歳以上が婚姻適齢だから、未成年者が婚姻することでなくなったんで、今言った規定なくなったんだけど、昔は未成年者が婚姻するってことができたんですよ。で、その時はその未成年者が婚姻をした時にはもう成年となったものとみなすっていう。そういうふうな条文があって、で、その時にはもうどうやってももう成年として扱われるんですよ。もう例えばその人が、例えばまだ判断が十分ではないとか、まだね、心身の発達がまだそこまで十分ではないといった事情があろうがなかろうが、もう未成年者が婚姻をすればもう成年と扱われるんですよね。で、それも例外なしっていうのが、昔はそれ成年とみなすっていう規定で、これ例として出してたんだけど、今その規定がなくなっちゃいましたんで、こっちの相続放棄の例にしましたが、基本的に同じです。もう例外なしなんですよ。つまり推定って言われたら覆ることがあると。けれど、もうみなすは、覆ることはないんですよね。ということで、この推定なのかみなすなのかは、
かなり大きな違いがあります かなり大きな違いがあります、かなりっていうかもう全然違います。なので条文読むときに推定するって書いてある場合にはひっくり返る可能性があるよっていうことで、で見なすって書いてあるときにはひっくり返ることはないっていう、そういうふうな違いになります。であと読み方として知識でもう一個だけやっておきます。これから出てくる言葉で結構しれっとね、私の方も使っちゃう言葉で順用って言葉があります。でこの順用ってのは何かっていうと、例えば民法99条出したものがありますが、少し紹介すると、代理人、人に代わって何か法律行為を行うのを代理人っていうんですね。でこの代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は本人に対して直接効力を生じるというのが99条1項にあります。でこの条文というのは言ってみれば代理人がですね、例えば A さんの代理人である B さんが、B さんがね、これ代理人として本人のため、つまり A さんのためにやりますってことを示して意思表示をすると A さんに効果が帰属しますよという条文なんです。で一応これが1項の条文なんですが、2項で前項の規定は第三者が代理人に対してした意思表示についても順用しますと。でこの順用するっていうのは何なのかというと、端的に言うとですね、2回同じことを繰り返したくないときに使いますだからこんな感じですね。本人に対して直接にその効力を生じるというのをまたもう一回言うのはどうなんだってね、つまり第三者が代理人に対して意思表示についても本人に対して直接その効力を生じるということをもう一回書くのってやっぱり効率は良くない。なのでそういう時にはこの順用するという言葉を使います。でそうするとこの順用するっていう言葉を使うことで、前に書かれていた、今回前項の規定はって書いてありますから前の規定をそのまま使いますという時に使うもので、この順用という言葉についてはぜひね、頭の中に入れておいてください。で大体このぐらいまず見ておけば、法律の読み方っていうのはね、条文の読み方っていうのはある程度いけるかと思います。でちなみに次のページのところで一応条文の構造、これは先ほど1セット目でも触れた通り基本要件効果分析っていうのはしっかり押さえてください。必ず要件効果っていうふうになってますので、ここはだからいくつか例出してますけど、ここはそんな気にしなくてもいいです。一応条文たくさん並べましたけれども、基本的には法律っていうのは、要件があって、でこの要件を満たした場合に効果が生じるっていう、この枠組みになってるので、ここはちゃんと要件を満たせば効果が発生するっていう、そのようにできているという点は押さえておいてください。例えば1個だけ紹介しておくと、これは民法94条、これ実は今日の講義の中でこれからやるんですけれども、虚偽表示といって相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とするっていう条文を見ると、これは、事実関係というかね、でいうと例えば A さんと B さんが2人が通じてしただからグルになって、もしくは示し合わせて A さんのものを B さんに売るというふうに、虚偽の意思表示をした場合、例えば A さん B さんどっちも売る気もない買う気もないんだけれども、もう A さんと B さんが示し合わせて売ったことにしましょう買ったことにしましょうみたいに、そう示し合わせて虚偽の売買契約なんかをこう示した場合、そういう場合がこれ典型的ですかね。でそうなるとそのような意思表示は無効ですと、本来であれば、意思の合致があれば契約は成立するんだけど、 A さんは売る気はねえ、 B さん買う気はねえ、そんな状況でお互い話し合ってね、売り買いあったことにしようぜなんてことをしたとしても、それは無効にしますよってことです。でそうするとこれっていうのは3つ要件があるよね。相手方と通じていること、虚偽であること、意思表示であること意思表示とは何ぞやっていうのは、これは民法の1回目でやりますから、相手方と通じて虚偽の意思表示をした、この3つの要件を満たした場合にはそれは無効という効率効果が生じますよという、ことになります。これは今日の、2セット目、今やってるところでまた出てきますので、例えばこれなんかはこういった相手方と通じてた虚偽の意思表示は無効だなんていうふうに、要件と効果で分解されると、いうことになります。だから逆に言うとこの要件揃ってなかったら無効にならないということです。相手方と通じてした虚偽の意思表示っていう3つが揃って初めて無効になるから、だから例えば争う側っていうかね、無効を主張する側は、1から3揃ってることを言うだろうし、無効だっていうふうにしたくないのであれば1から3のどれかが揃ってないことを言うってことになるんだろうねでじゃあ具体的にこれが条文の読み方なんだけど、大切なのは解釈なんですよ条文の解釈で、まず条文に解釈がそもそもなんで必要なんだっていう話なんですけれども、条文ってね、必ずしも完全なものじゃなかったりするんです。その
まあ、もちろんね、さっきのまたはとかもしくはに見られるように、その例えば論理的な、ね、読み方みたいなものは基本的に一義性持ちます。その論理的な読み方であったりとかは一義性はあるけれども、その中身については、まあ、必ずしも完全じゃなかったりする。まあ、どうしてなのかっていうと、これまあ、あえて曖昧に表現とか時代の変遷って書いてあるけど、まあ、これから先皆さんがね、1回目の本論編でやる民法っていつの時代の話なのかっていうと、あの民法ができたのっていうのは、まあ、改正はされてるけれどもね、改正はされてるんだけれども、あの明治の時代なんですよ、民法できたので。まあ、ということはもう優に100年生きてるんですよ、民法っていう条文は。でそう考えたら、今とさ100年以上前の明治時代の話と今比べてみてくださいなって話なんですよ。まあ、まあ携帯とか、まあ、スマホとか携帯はおろかね、もう車とかも何にもない時代ですよ。まあ、車は一応あるけども全然普及してない時代でしょ。でその頃作られた条文みたいなもん、まあ、下手したらね、そのまあ郵便だってそこまで発達してないような時代とかなわけですよね。でその頃の時代のものが今生きてるっていうのはどういうことかって言ったら、そもそも条文自体がファジに作られてるってことなんですよ。まあ、言ってみればその時代の変遷に耐えるような形で、ある程度解釈の余地を残すような形で作られているわけですわな。でじゃないと、あの例えばそれがすごいカチカチ固まってるんだったら、まあ、どうなるかっていうと、その毎回毎回改正しなきゃいけなくなるでしょ。でそれ前の前で改正しなきゃいけないってことになると、それはやっぱり妥当ではないから、やっぱりある程度解釈できるような形で、まあ、曖昧にわざわざ表現していることが多いということは、結局その条文がどうとも読めるような条文っていうのがやっぱり作られていて、でそれを解釈で補うっていうふうな、まあ、そういう流れになってます。ですると、まあ、一応この解釈の種類ってところで触れとくと、じゃあ例えばの例で、じゃあどう解釈するかの考え方っていうのは、まあ、2つあるんですよ。まあ、上の方に行くから。まず解釈の種類大きく分けると、分離解釈と目的論的解釈って2つあるんですよ。でこの分離解釈っていうのは何かっていうと、そのまま読むんです。その文章に書かれていることをそのまま読んで解釈するっていうのが分離解釈 でそれができるならば全然問題ないんですよ。分離解釈で解決できるんだったら問題ないんだけれども、ただ分離解釈でどうこうならないものってやっぱりある。でこれは分離解釈っていうのは条文の文言をそのまま読むんです。いいかな。で分離解釈ができない場合に、まあ、目的論的解釈っていうのが入っていく。でこの目的論的解釈って何かというと、この条文の趣旨とか制度趣旨からを考えていくって解釈論なんですね。いいかな。で多分これだけだと具体的なイメージが湧かないと思うので、まあ、ちょっと例を出しますと、まあ、これがまあパッと分かると、なんとなく解釈ってこういうもんかって出てきます。ちょっとまあこれ縦札ってことで、これすげえ昔の縦札だとします。あの橋の上にこういう縦札があったとしましょう。この橋、馬車は通るべからずって縦札があったと。まあこれがもうすげえ昔の縦札、また本当に100年前の縦札みたいでしょうか。でその上に、この馬車は通るべからず縦札がついていた。でこの、縦札が立ってる橋に自動車通れますかって話なんですよ。でもちろんこれ分離解釈しましょう。分離解釈すれば自動車通れますよ。だって馬車通るなって言ってるんだから、自動車は通れますよね。だけど例えばこれがね、じゃあそれでまあいいのかっていう話だけど、さっきこの縦札100年前の縦札だっていうふうに言いました。自動車がない時代に建てられた縦札なんですよ。であるならば、これ分離解釈をしてしまうと、やっぱりそれは妥当じゃない結論になり得るわけですよね。だって要するにこれが作られた当時に自動車っていうのが存在しないわけだから、それって想定されてないわけですよ。じゃあこの縦札が自動車を通せるか通せないかっていうのは、もう解釈しなきゃいけないわけです。でその時にどういう解釈論が考えられるかっていうと、ちなみにこれね、いくつか解釈論というこのね、目的論的解釈みたいなものをいくつか並べましたが、まあ、今日の講義でしっかり知ってほしいのが反対解釈と類推解釈ということです。で特にこの類推解釈っていうものは民法の学習でたびたび出るというか、もう常に出ます。あの類推適用とも言われるんだけど、たびたび出てきます。でまず分離解釈をすればそのまま読むんですよ。そうすれば結局馬車は通るべからずしか書いてないわけだから、じゃあこれは自動車は通行可能ですよね。まあ分離解釈だったら馬車が通れないんだから、いいですね、もう馬車が通れないって規定されてるんだから、まあ、自動車は通ることができるでしょうということになるわけですよ。じゃあ仮にですね、これね、
自動車を投資したい人と投資したくない人がいたときに、じゃあどういう解釈論があるかっていうと、まず一つ解釈論を示します。例えば、まあ、これ馬車は通るべからずっていう立て札がなんて作られたのかを考える。でこれはある意味これ立て札っていうふうになってるけど、要はこれ法律に置き換えれば立法者の要するに立法意図みたいなのを考えるわけですよ。なんでこの法律が作られたんだろうっていうところをまず考えるわけで、それが法のよく難しい言葉で言うと法律の趣旨とか目的とかって言ってるのは、どういう目的とかどういうなんか意図でこういう法律が作られたかっていうのが趣旨って呼ばれるんです。でその時にじゃあ、このじゃあ馬車は通るべからずの立法趣旨をこう捉えたらどうなりますかって話、つまりこの立て札が立ってる当時の橋っていうものが、まあ、非常に脆いと。で、まあ、重量のあるような乗り物を乗せることによって橋の崩落の危険がある。だから橋の崩落の危険のある重量のある乗り物についての通行を防ごうとするという趣旨であるというのが、これがもしその趣旨ならば、結局橋の崩落を引き起こすような重量ある乗り物を通さないっていう趣旨でしょ。ならば自動車っていうのはそれに当たるじゃないですか。ならばこれはその文言上は馬車は通るべからと書いてないけれども、それを類推することで自動車を通さないという解釈を示せるわけよ。とすると、例えばこのようにまあ類推解釈といって、その法律の趣旨というものを見つけて、その趣旨に適合するものについても同じ結論を導こうというのが類推解釈で、じゃあもう一つ考え方、この橋は通るべ、あの馬車は通るべからずの立法者の意図っていうのが、じゃあこうだったらどうです。この作った人がとにかく馬が嫌いだと、まあ、つまり自分の近くの橋に対して馬が通ることによって、まあ、その自分が馬を見るっていうことをもうとにかく拒みたい、だから近くに馬を寄せ付けないために馬車を通したくないんだと、まあ、いう場合だったら、この立て札は馬車のみを通さないことになるよね。つまりその馬車以外は通す、馬車のみを通さないっていうふうに、そういう意図で作ったってことであれば、まあ、この法律趣旨は馬車以外のものについては全て通すっていう趣旨が読み取れるよね。ならばそれは、じゃあ自動車はその馬車ではないから、だからそれは通せるんだってことです。じゃあこれさ、さっきの分離解釈と何が違うかっていうと、分離解釈はそういった立法者の意図なんか全く読み取らないんですよ。立法者の意図を全く組まずに、もう文章を見て国語です。普通に馬車は通るべからず自動車通れますっていう、まあ、それだけなんだけど、そこに馬車以外のものを通す趣旨だっていうことを読み取ると反対解釈になるよね。いいね。つまりそれはじゃあやっぱり立法者の意図をどう読み取るかってことで決まってくる。じゃあちょっと話をね進めると、これかい、まあ、ちょっと後でまとめますけど、どっちが正解なんっていうことなんですよ。でもちろんこれは紛争だったら、通りたい通りたくないだったら、通りたい人はどうするかって言ったら、これ反対解釈だって言うよね。通りたい人はこれはこの立て札が立った理由は馬嫌いの人が作ったからなんだと、だから馬車以外は通していいっていう立法趣旨があると、馬車だけ通さないって趣旨なんだと。で自動車を通したくない人、通したくない側はいやいやそんなことないと、これは橋の崩落を防ぐために作られてるんだから自動車は通さないっていうこともこれ類推解釈できるよねと。でこれはもちろん立場が違えばぶつかると。だからさっき言った争点形成なんかでは、条文の趣旨が争点形成になることは当然あり得るわけですね。でじゃあこれ争点形成されて、じゃあどっちが正しいかって言ったら、それを決めるのが裁判所なんです。つまり裁判所がその時にこういうふうなお互いの解釈論が出てきて、どっちの解釈なのが妥当なのかっていうことを、まあ、判例が示してるならば、それが一つの判例の出すその、まあ、言ってみれば一つの結論みたいなのがあったりするわけで、それをだから判例としては頭に入れていかなきゃいけないっていうことだよね。でまあ、今回はとりあえずそこのところ一回置いといて、そうするとまあいずれが正しい解釈かって言ったら、それは立場が変われば変わるんですよ。まあ、立場が変われば変わるし、で一定のことについては争点がぶつかって事件になれば、それは裁判所の判例があるから判例を覚えようぜって話になる。でじゃあちなみに、だからじゃあこれ類推解釈をした場合、じゃあ自動車は絶対含まれるかって言ったら、これも変わってくるんですよ。まあ、これはちょっとあの余談ですけれども、じゃあこれ類推解釈をした場合、立法趣旨が変われば当然これ結論も変わります。例えば立法趣旨をこうだったらどうしますかと、さっきは重いもの、つまり橋が壊れるものを防ぐんだっていう立法趣旨だよって言ったけど、もし立法趣旨がこうだったらです、これ例えば100年前とかだとアスファルトとかないんですよ。まあ、土とか泥とかになっていて、まあ、やっぱりね、土とか泥とかになっちゃうと、いわゆる公衆衛生の観点から、例えばまあ生き物のまあ糞とかそういったものがやっぱり環境に悪影響になってくるってケースがある。でそういった、まあ、言ってみれば公衆衛生の観点から、そういう例えばね、まあ、馬とかであれば糞とかそういうとかで、まあ、道路のところに巻かれちゃうことがあると。
で、そういった公衆衛生を阻害するような、そういう、まあ、言ってみれば往来乗り物っていうのかな、そういったものを防ぐんだっていう立法趣旨ならば、おそらく馬車は通るべからずだったら、おそらく自動車通れるんですよ。だけど牛は通れないよね、その時は。牛は通れなくなるよね。もしくはすごいちっちゃい乗り物も通れなくなるかもしれない、生き物ならば、っていうことになるよね。そういう、公衆衛生上問題のあるような生き物であれば通れなくなる可能性がある。つまりこの類推解釈をした場合、じゃあ自動車が入るかどうかっていうことについては、もう立法趣旨とか制度趣旨っていうものをどう設定するかによって、まあ、類推の基礎って変わってくることになる。そうすると、まあ、ちょっと話を、ね、戻すと、今日だからこの反対解釈、類推解釈で2つね、押さえてる。で、反対解釈っていうのは結局趣旨をどう読み取るかっていうと、馬車に限って通さないと、まあ、これをまあ限定解釈なんて呼んだりすることもありますけど、まあ、立法趣旨は馬車に限って通行を拒否するという意図なんだと、立法意図なんだと考えれば、つまりその場合には馬車以外は全て OK だっていうことになるわけでね。まあ、馬車以外であれば、まあ、という形のまあ解釈が取れると。で、馬車以外であれば何でも OK なんだから、従って自動車は通れると。まあ、自動車は通れるって結論になる。で、それに対してまあ類推解釈だった場合は、その設定される趣旨はどうなるかっていうと、で、この類推解釈結構重要で、要は崩壊したみたいな、崩落ね、橋の崩落を引き起こすものはダメと。重い乗り物がダメだと。重い乗り物が禁止されるんだと。で、そうするとこれを一般的にこの類推適用の場合には類推の基礎って言います。その言ってみればその条文がどうして作られたのかっていう趣旨を、まあ、類推の基礎って言います。でこの類推の基礎が当てはまる場合には同じ結論を導くということです。つまりこの趣旨というものを一般に類推の基礎なんて呼んでます。で、そしてそれが結局の重い乗り物で、じゃあ自動車っていうのはどうなのかって言ったら類推の基礎があるんだよね。まあ、自動車も同様ですよってことになるわけで、この自動車も同様っていうのが、類推の基礎があると。で、類推の基礎がある場合には同じ結論を認めるってことです。ということです。ということは同じ結論って何なのかって言ったら通行不可っていう結論でしょ。同じ結論って何なのかって言ったら通行不可っていう結論だから、そうするとこの場合、まあ、自動車は通れなくなる。で、一応これ縦札の例で出したけれども、まあ、究極的に言ってしまえばこれはだから法律でも同じことをやるわけですよ。その法律をそのまま適用した場合に、例えばそのまま読めば、まあ、一応分離解釈で済めばいいけれども、分離解釈では妥当な結論出せないという時に、じゃあなんとか、まあ、制度趣旨を考えてみようと。で、制度趣旨考えて解釈する時に、まあ、このよく使われるこの反対解釈、類推解釈っていうのはぜひちょっと押さえてほしいと。で、今日は少しまだこれ法律っぽくないから、せっかくなんで民法1回目で扱う内容をちょっとやってみるとね。で、さっきちょっと出てきた94条2項っていうのをもう1回ちょっと見ていきましょうかね。94条ではこういう条文があります。相手方と通じてした意思表示は、これを無効とすると。でここまではまあ条文の意味は分かったと思う。せっかくだからちょっと2項っていうのを見てみましょう。これはまずちょっと条文として見ていくと、全項の規定による虚偽の意思表示、つまりこの
相手方と通じてした意思表示は無効となるんだけど、善意の第三者に対抗することはできないと書いてあるね。でこれは法律用語なのでちゃんと押さえていかなきゃいけないんだけど、まあ、善意って言葉ね、まあ、日常的にはなんか善意悪意っていうとなんか、まあ、いわゆるいいか悪いかみたいな意味で使われることはあるけれども、法律の世界では善意悪意は知ってるか知らないかです。善意って言った場合にはそのことについての認識がないこと、知らないことを指す。なのでこの善意っていうのはまあそんな意味で使われます。でこれはまあしっかり押さえてはいけないんだけども、あともう一つは対抗できないって言葉です。でこの対抗することができないっていうのも、まあ、日常的には対抗っていうとなんか戦ったり争ったりってイメージで使われますが、法律用語では対抗するっていうのは自らの法的地位を主張できないっていう意味なんですよ。だから例えば所有権を対抗できないなんて言ったりします。例えば私が所有者だっていうふうに言いたいんだけど、その所有権を他の人に言えないような場合とか、そういう、まあ、権利とか法的効果を主張できないって意味で使います。でこれは言葉として、まあ、民法1回目でやりますけどね、つまり善意っていうのはもう知らないです。まあ、これニアリーイコールですね。厳密に言うと完全なイコールになるんだけどね。で対抗できないっていうのは権利であったりとか権利とか法的効果を主張できないって意味で使われます。でじゃあ具体的にですね、これちょっと法律のちょっと予習みたいになっちゃうんだけど、まあ、法律を勉強するときの本当ポイントはもう抽象と具体を行ったり来たりすること。まずこれ抽象的には今話したけど、じゃあ具体的にじゃあどういう事例なんかって言ったら、例えばこういう場合ですよ。 A さんと B さんとの間で例えば虚偽のこれ94条1項って書きますけれども、虚偽の売買契約を結んだとします。でそうすると例えば、まあ、ある物について、まあ、パソコンでも何でもいいけど、ある物について、A さんがこれ所有者で、所有者で、こうやってまあ物をこう B さんとかに引き渡したと、はい、この時これ無効ですよね。94条1項で無効です。でもしこれ売買契約が有効ならば、さっき契約の効力で1回目の講義でやりましたけど、契約の効力っていうのは所有権であれば物件の変動原因ですから、仮にこの AB 間の売買契約がこれ売買ね、売買契約が仮に有効な売買契約ならば所有権は A から B に移転するんですよ。だけど、まあ、無効なんでしょ。ということはこのように旧通報虚偽表示だったら所有権は B に移転しないで A さんのままなんです、原則としては。いや、ね、さっき出てきた通り、1回目出てきた通り、契約の効果っていうのは物件の変動原因ですから、 無効な契約だったら物件動かないんで、例えばここのパソコンにしましょうか、この目的物が B の元に引き渡されようが所有者は A です。いいですね、所有者は A です。でただこういうふうな状況になっているときに、C さんが、まあ、やっぱり B が持ってるのを見て B のものだって思って買っちゃったりするんですよ。買っちゃったりするんですよ、まあ、これ本当1回目の講義 の内容になるんだけど、買っちゃったりすると。でその時にじゃあ C が何も知らずに買ったと、この人が善意の第三者であればどうなるかというと、条文ね、この人には対抗できないんですよ。いいかな、つまりこの条文ちゃんと見ると、善行の規定による虚偽の意思表示、まあ、つまりこの通報虚偽表示と呼ばれるものは善意の第三者、つまりこの例で言うと、まあ、この例で言うと C だよね、 C に対抗できないということは何が言いたいかというと、例えばこれですね、C としては買ったから俺が所有者だって言いたいわけですよ。いいよね、俺が所有者って言いたいけれども、 A からしてみれば B に売ったのは嘘だから所有者は私だって言いたいわけです。いいよね、そうするとこの、まあ、この ABC の今言った状況っていうのは AB 間で通報虚偽表示で無効になっている中で C が新たに入ってきて買ったわけですよね。でこの時原則はどうなるかって C 負けるんですよ。さっきも出てきた通り、原則は通報虚偽表示が無効ならば所有者は A ですから、所有者は A ですから、ということは B は売却権限ないでしょ。人のもの売れませんか、人のものを売ったところで、まあ、人のものを仮にね売ったところで所有権は A にあるわけだから、A から C に所有権移転しないわけですよ。でいいよね、もちろんこれ法律上他人のものを売るっていうことは一応できなくはないんだけど、ただその当然に B がさ
B がさ C に人のものを売ったところで所有権が C に移るっていうことはないわけですよ。なんでかって言ったら処分権限ないからね、処分権限があるのは A さんなので、本来であれば通報拒否表示が無効ならば、所有者は A なんだから B に処分権限ないんで、C は所有権得られないと。だからいかに C が俺が所有者だって言っても A からあの94条1項の無効主張が言ったら勝てないんですよ。だけどそれって明らかに妥当性欠くわけですよ。いいですね。だってこれってあの所有権争う A と C っていうのが、まあ、これがちょうど所有権で利害対立になっていて、でこの時どっちがまあ言ってみれば要保護性があるかって話なんですよ。まあ、例えばこの場合 A っていうのは自ら虚偽表示をやってるわけですよね、自ら虚偽表示をやっていて、でまあこういうのよく奇跡性っていうんですよ。落ち度があるんですよね。そういうふうな、まあ、いわゆる虚偽の外観みたいなものを作ることに対して A には落ち度がある。でそれ一方で C っていうのは結局 B が持ってるのを見て取引関係に入ってきたわけでしょ。であるならば C っていうのはやっぱりその取引の安全の観点からすれば、まあ、C には言ってみればね、何も知らずに取引関係に入ってきたんであれば A と C どっちを保護するかって言ったらやっぱり A を保護すべきではないんだよね。その要するにこの虚偽の外観っていうのかな、この虚偽の外観を作った A っていうのかな、虚偽の外観を作った奇跡性のある A と、それからまあこの取引関係に善意で入ってきた C であれば、これは C の方をより保護すべきだというのが働く。じゃあそれは C を保護すべきだってことならばどうすべきかって言ったら A はやっぱ所有権を失うべきでしょ。でこれを定めた条文なんですよ。でこれを定めたのが要するに無効主張ができないってこと。つまり A としてはこの通報拒否表示だから無効なんで C は所有権主張できませんよっていう、それを対抗できなくするってことです。でその結果どうなるかっていうと、94条2項の第三者ならば C が所有権得られるんですっていう条文です。で一応この94条2項の、条文っていうのをちょっと頭の中に入れておいてください。まあ、こういうやつですね、通報拒否表示があって無効なんだけれども、無効な状況で、94条1項で通報拒否表示で無効で、それでそこで作られた虚偽の外観に入ってきた善意の第三者が現れたら善意の第三者が保護されるっていう、そういう条文です。で具体的にはちょっと次のページでやってるところで、5ページ、この事例1なんかがまさにそれなんですよ。さっきちょっとやったのが、A は債権者からの差し押さえを免れるため友人である B と示し合わせた上で A 所有のパソコンを B に売ったことにして B に引き渡したと。まあ、つまり A がB と示し合わせて、B に売ったことにしたと。 A 所有のパソコンを B に売ったことにしたということですね。ということはこれは94条1項の場面なんですよ。まあ、この事例1についてはどういう状況かっていうとですね、事例1については、まあ、A 所有のパソコンがあって、まあ、さっきとちょっと図が同じになっちゃうけど、まあ、B があって、でちゃんと見ると示し合わせて売ったことにしたってことは、さっき言った通報虚偽の意思表示全部揃ってるんですよ。いいよね、通報で虚偽の意思表示ってことが全部揃ってるから、そうするとこの94条1項で無効になる。で、まあ、パソコンは今 B の元にあるわけですよ。で引き渡しを受けた B は、事情を知らない C に本件パソコンを売り渡しちゃいましたっていう。でこの時誰が所有者ですかって言ったら C が所有者になるんですよ。なぜならば事情を知らない C ってことはこの人善意の第三者です。ということはこの引き渡しを受けた B はそのまま C に対して売却をしている。で C は94条2項の第三者に当たると。だからこの所有権は A から C に移転するという話です。でこれは端的に94条2項の直接適用をしていると、まあ、そのまま94条2項を分離解釈すればそうなるでしょう。なのでこれはもう解決する問題なんですよ。これ解釈する問題、解決する問題なんですよ。でそれに対してじゃあ事例2っていうのはちょっと見てほしいんですよ。で事例2はA は税金対策の、これほぼ同じ事例です。A は税金対策のため自分の土地を登記名義を息子の B 名義にしていたところ、でこの登記っていうのはなんか誰が所有者なのかっていうのをね、外部に示すようなものだと思ってください。ただ登記が B になっているからといって所有者が B とは限らないんですよね。
登記っていうのは、まあ、一般的に申請することによって、行うものになりますから、そうすると、例えば A と、まあ、A が、例えばね、税金対策のために、まあ、登記名義を B 名義に変えてたからといって、必ずしもこれ B 名義の登記だからって所有者は B とは限らないんですよ。まあ、あくまでも公示手段ってことになりますから、その、まあ、実際にこのように、まあ、税金逃れのためにこうやって、B 名義に一応登記を変えてたっていう状態があると。で、この時に B は自分名義になっていることに気づいたわけですよね。で、実際は所有者は A ですよ。所有者は A なんだけれども、まあ、まあ、税金対策のために登記名義が B になっていることに気づいたんで、それで、じゃあ C に売っ払っちゃったという、そういう事例。で、この時 C 所有権得られますかって話。で、極めて似てるんだけれども、これ、しっかり押さえてほしいのは、さっきの94条1項2項の分離解釈だったら C は勝てないんですよ。なんでかっていうとね、まあ、条文見ていただけると、この94条の、まあ、要件を見るとね、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とするっていう、まあ、この94条2項の前提として、相手方と通じてしたっていう通報がいりますわね。だけど94条の、まあ、1項2項のさっきのね、1項の文言から見れば通報が要件になっている。けれども、これ勝手にやってますよね。ということは、通報ないんですよ。ということは、さっき言った通り、94条1項、それからもちろん1項を前提とする2項については、これは適用されないんですよね。ということでね、94条1項、94条2項については、要件満たしてません。で、要件満たしてないってことは、これ直接適用できないんです。ということは、まあ、だけど分離解釈ってそういうことです。普通に条文の文言をそのまま見てくださいってことなんですよ。で、条文の文言を見た上で要件当てはまるかどうかを見ると、勝手にやってるってことからするとですね、この四角2っていうのは点点点点って書いてある。これ通報がないんですよ。ということは、あ、ごめんなさい、まあ、通報がないんですよ。だからもし仮にさっき出てきて A が所有者 で勝手に登記名義が置いてあってこう C で売りましたと、だとしてもこれ94条2項の直接適用による保護ができないっていう場面なんですよね。で、ただこれ直接適用できないってことは何を意味するかっていうと C は所有権得られないんです。いいですね、 C は所有権得られないんですよ。ただこれ所有権得られないって結論がいいですかっていう話なんだよね。だって利益関係考えればこの1の事例と2の事例ってこれはやっぱり C に所有権得させるべき事例だよね、これはね。じゃあどうやってこれをまあ C に所有権得させるかって言ったら、さっき言った通りこの直接適用ができない以上は解釈でいくしかないんですよ。そしたらどういう解釈が成り立つかって言ったら、さっきの累推適用をここで使っていくんです。そしたら累推適用の使い方って大体決まってんの。3段階。直接適用ができないこと。そして趣旨をまず示す。趣旨が当てはまることを示す。その3つなんです。つまりさっきの、まあ、この分離解釈の中でも、さっきのね、この馬車は通るべからずの問題の中でも、結局のところ、この、条文の趣旨が何なのかってことと、それからその趣旨が当てはまるってことから同じ結論を導くんでしょ。ということは、それは別にこの立て札じゃなくても法律も同じなんですよ。この94条2項って何のために作られたんですかっていうことを、まず類推の基礎として趣旨を考える。で、これはもう条文の学習の中で覚えなきゃダメですわ。で、これは民法の1回目、2回目、3回目以降でどんどんやストックしていくけれども、まあ、民法の1回目でやるからね。そうすると94条2項の趣旨っていうのは一応次に載っけました。で、権利外観法理って言われてるんですよ。これ6ページだね。権利外観法理って言われていて、まあこれ本人の奇跡性っていうのはこれまあ奇跡性っていうのは落ち度ですよね。この奇跡性、この本人っていうのがまあ A なわけですね。で、虚偽の外観の存在。虚偽の外観の存在っていうのは要するに現実の権利関係とは違っているような外観があると。で、そして第三者に奇跡性がある。第三者の信頼がある。ごめんなさい。第三者の信頼があると。で、そのような場合には、まあ、本人の犠牲のもとで、まあ、A の犠牲のもとで、C を保護しましょうと。まあ、いう考え方なわけですよ。で、これが、まあ、一般的に権利外観法理と呼ばれていて、
まさにこの94条2項って何のためにあるのかって言ったらまさにそこなんですよ。つまり A の奇跡性があって虚偽の外観が作られた、でその虚偽の外観を信じた第三者が入ってきた場合、結局はどっちの方が利益として優先されるべきかって言ったらやっぱり A と C で C の方が保護されるべきだと、まあ、いう話ですよね。っていう話ですよね。でそれならば結局94条2項の直接適用ができなくてもこの要件満たすんだったら同じ結論にしていいじゃないかと。つまりさっきの話だったら橋の崩落を、引き起こす乗り物がダメなんだと、そういう趣旨なんだから自動車はそれに当たるから同じ結論にしようぜっていうのと同じ。つまり、そのまんま直接、ではできず解釈に委ねられるんだけれども、ただそうするとちょっと戻るとね、この権利外観法理でいうと結局この直接適用はできないよと、これつまり順番がもう定まってるんで直接適用はできないと。ただし94条2項の趣旨は権利外観法理にあると。で権利外観法理はさっき言った3つね、3つだよね。つまり、ここ書いておこうか、ごめんなさい、これちょっと下に書きます、ちょっと ページをあれですね、権利外観法理で、まあ本人の奇跡性と、ちょっとこっちの本人に奇跡性があると、でまあ虚偽の外観があると、この3つですよね、本人の奇跡性、虚偽の外観、第三者信頼、これを要件に信じた通りの権利を認めてあげましょうというのが権利外観法理なわけですよ。そうすると本門どうなるかっていうと、まあ、A の奇跡性は自ら勝手にやってるんだからこれ A の奇跡性あるよね、いいよね、これは A は要するに無断で行ってますから、まあ、無断で登記移転してるわけだから A の奇跡性あるよね。でそしてじゃあ虚偽の外観はって言ったら、はい、これだよね。この虚偽の外観はもうこれは B 所有のような外観だよね。まあ実際は違うんですよ。B 所有のような外観があるよね。でそして最後に C はどんなふうな事情を知らないんだよね。C は ということは先ほど触れたようなね、94条2項の直接適用ができないとしてもこの権利外観法理が当てはまる状況になってるんだよね、まさにこの本人の奇跡性というのはこの部分ですよ、無断で登記を移転するということを行ってて、で B 所有のような外観になってるよね。本当は A が所有者なんだけどあたかも B が所有者であるからの外観作ってるよね。でそして第三者の信頼というのはこれ問題文の事情からしても、C は事情を知らないわけですから第三者の信頼はあるということは、ここで言えることは何なのかって類推の基礎 OK なんですよ。ならば同じように C 保護しちゃっていいよとということなんですよ。でこの処理の仕方を、まあ、民法の1回目では、まあ、いきなりやるんだけど、今日の段階で全体構造の中でもそのいわゆる条文の解釈論っていうところでしっかり押さえたいと。つまり今回ここだったらちょっとここに書くと結局まあ括弧3ですけれども、まあ類推の類推の基礎ありますから94条2項でちょっと、ね、なんかちっちゃくなっちゃって恐縮なんですけれども、類推適用で C の所有権認めてよいと、まあ、いう流れです。つまりこの流れをちゃんと、まあ、ちょっと一回上の方に一回戻ってまた行きますけれども、類推適用の考え方はまさにこれ類推の基礎を示して類推の基礎
があることをやると、まあいうことね、そうするとこれもまさにこの趣旨示すとちょっとお聞きしますけれども、まず直接適用ができないことで、直接適用ができないとしてその不都合性があるわけだよね、直接適用ができないことの不都合性というのがあるわけです。でそして、その不都合性があって、じゃあなんとか類推適用できないかって考えていくんだけど、その時に趣旨を示す。でこれは知識だよね、この94条2項は直接適用できないとして、じゃあこの94条2項でどういう条文なのかっていう趣旨を示す。でそしたらこの一般的に赤で書いてあるんだね、本人の既得性、虚偽の外観、第三者の信頼っていうこの3つが、趣旨である。でこの趣旨が当てはまるならば同じ効果を認めてよいだろうということは、類推の基礎があるかを見るんだから、あとは具体的な事実関係を見たときに、本人つまりこの A に既得性があると、でそして虚偽の外観がある、C は、まあ、事情を知らないから信頼があると、そしたらやっぱり類推の基礎あるよね、だから類推適用ができると、まあ、こういう流れになります。いいかな、まあ、民法1回目の講義で早速ここはやっていきますので、まあ、条文の解釈論としてぜひ、示して、いければいいかと思います。でそうするとですね、6ページのところにある通り、事例2っていうのは結局、直接適用することはできるかとして、まあ、もうこれ答え書いちゃってるのでちょっとここはまあ確認程度、事例2では直接適用できますかって言ったら、まあ、これはできないってことになるよね。なぜならば、AB の通貌ないからね。まあ、AB 間で通貌ない。じゃあなぜ類推適用を認めるのかって言ったら、やっぱり権利外観法理が妥当するからですよ。まあ、ここはちょっと同じようなこと書いちゃうけども、復習というか見直しをね、権利外観法理にあって、でそして、事例には趣旨が妥当すると、まあ、これをまあ類推の基礎があると、という形で、まあ、見ていただければいいということになります。まあ、特にこの、条文解釈っていうのは、まあ、今日のところね、ちょっと2セット目ちょっと休憩挟みますけれども、条文の読み方、条文の解釈っていうね、この2つの部分がね非常に重要なところになりますので、しっかり、ここの類推適用ってもちょっと見ておいてくれればと思います。でちょっと休憩挟んだら今度何やるかっていうと、じゃあ条文の読み方分かったら最後判例なんですよ次は。で条文で解決できないものってやっぱりあるんです。で条文で解決できないものは判例で処理する。じゃあどうやってやるかって言ったら、まあ、判例っていうものが、まあ、とにかくこの、まあ、裁判所が、まあ、特にこれ最高裁判所ってことになりますけれども、最高裁判所が判例において、ごめんなさい、裁判において示した解釈というのが判例で、じゃあそれをどういうふうに読んでいくのかっていうのをちょっと確認して、まあ、今日はあとワンセットってことになりますけれども、少しまあ休憩挟んでからは、この判例の読み方やった上で、じゃあ判例の読み方を理解して、で最初に2ページでやった事例、まあ、具体的にこれが判例あるんですよ。で具体的に判例があるので、まあ、実際この判例使ってどういうふうな結論が出るのかっていうのを見つつ、一応最後は、まあ一応本論編の方に向けて、一応まあ次回の、ね、民法で、まあ、一応、ね、やっておくべきことみたいなところとかを少し、触っていくことにいたします。はい、じゃあそれではじゃあ一旦ここで休憩して、休憩後、引き続きあの3セット目の方を進めていきます。それではですね、ここからは、最後のセットということで、まあ、さっきの、ね、1セット目2セット目のところで一応条文解釈に関する問題というのをやっていったところですけれども、あとはまあちょっと時間を使って最後判例の読み方みたいなのをしっかり、最後学んでいくことになります。内容としては、まずは6ページになりますかね、6ページのところで、まあ、ちょっと条文のところですかね、条文判例学説ということになりますが、まずはまあ条文があれば条文でそれでまあ条文をしっかり読んで、解釈でなんとか解決できるのであればそれで OK ってことになるわけですよね。でもし判例が、ごめんなさい、条文がないものであったりとか、まあ、条文による解決が難しいものについては、まあ、条文での解決ができない以上は判例というのをよることになる。
でまずこの判例についてはまあここにもある通り、その、まあ、予備試験についてはとにかく判例の理解問われることが非常に多いので、あのもう条文とほぼ同じ位置づけだと思っていただければと思います。あの正直判例知らなかったらまあアウトみたいな問題が出題されることが多いのと、であとはまあやっぱり実務家登用試験である以上はもう判例の立場に沿った形で書くってことがもう基本になります。なので、例えばですね、まあ、判例はこういうふうなんだけれども、まあ、ちょっとこの判例の立場は嫌だなと言って判例の立場と異なったものを書くっていうのは、まあ、一部例外があります。一部も、あの例えば学説の中でもう学者さん10人のうちもほぼ口を揃えてもう9人10人がこの判例はおかしいよってものの中にはあるので、まあ、そういったものについては一応まあ講義の中では、これはもう判例明らかにちょっと違うというか、でも、例えば時代的にはちょっと古い判例になっちゃっていて、まあ、今先例としてのまあ、意味がもうなくなっちゃってるよとか、まあ、判例は一応こういうふうに言ってるけれども、まあ、この判例の立場は取らない方がいいよっていうものについては、まあ、講義の中で、そこはもう必ず言っていきます。で、まあ、そういうふうに言ってるものはなるべくまあ判例の立場に取らないで、まあ、一般的に学説の立場を取るってものも、まあ、あるけれども、そうじゃない限りは基本的にはもう判例の立場っていうのをまずしっかり押さえていく。で今までの予備試験の出題傾向からして判例がこう言ってるけどもこれ明らかにおかしいからこの立場取らない方がいいよっていうものはやっぱり出題はされてないです。もう最高裁判例として固まっているもので固まっているものでその判例の射程が及ぶかどうかというのが問題になるものが出題されているので、基本的にはまあ判例の、まあ、重要な判例についてはしっかり理解をすると、まあ、いうことが必要になります。でただこの判例というのがすごくね、その独学で勉強したりとかもしくはちょっと勉強の仕方を間違っちゃったりすると、まあ、正しくまあ判例が使えないというケースが結構あるんです。で、まあ、それは何なのかというと、もう最初に結論を言うと判例の射程というものなんですね。でまあ、特にこれは予備試験の、まあ、一年コースだとね、まあ、予備試験受けられる方ってことになるんだけれども、基本的には論文対策ですよね。でただ他にも例えば法律の試験っていうのは、まあ、いろんな資格試験あるわけですよ。で担当で丸×の、いわゆる択一的の試験だけの場合だったら判例の問題ってどう聞かれるかっていうか丸か×かで聞かれるんですよ。例えばある、憲法だったらあるこういう事件が合憲か違憲かとかね、まあ、そういう話です、まあ、もしくは刑法だったら、これに何罪が成立するかしないかといったように、まあ、結論丸×が出せればいいっていうような形で判例のなんか結論だけインプットしていくっていうような学習スタイルされる方結構いるんだけれども、あのこれは予備試験では絶対やっちゃいけない勉強です。まあ、どうしてかっていうと、そもそも判例って何なのかっていうと、これは憲法でも勉強するんだけど具体的な事件の中で司法判断が示されてるんです。まあ、つまり、まあ、ここにもある通りその具体的事件の解決のために必要とされる限度で司法判断を下しているに過ぎないわけですね。でこれは、まあ、今まであの公民とかの勉強とかでもね、例えば日本の違憲審査制は付随的違憲審査制って言って、まあ、抽象的に何かについて違憲審査をするんじゃなくて、具体的な事件があって、まあ、具体的な訴訟事件があって、その訴訟事件の中でそれの解決のために司法審査を下すっていう枠組みを取ってるから、この事件に関してこういう判断をしたんだよっていうだけの話なんですよ。だから事例が変われば結論は変わりうるんですよね。でじゃあ具体的にはどういうふうに、ね、考えていくかっていうと、ちょっと例を出しますね。ちょっとさっきはちょっと民事系が多かったので、ちょっと刑法の例を出すとね、まあ、これ刑法で正当防衛っていうのがあるんです。で正当防衛っていうのはこれは条文ちょっと紹介すると、刑法36条1項という条文で、旧約不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するためやむを得ずにした行為は罰しないっていう、まあ、こういう条文があると。でこれは一般的には正当防衛って言われていて、例えば人を殴れば本来は傷害罪とかになるわけですね。でこれは傷害罪の構成要件に当たるとしても、例えばそれが、誰かに殴られてきたと、でいきなり殴られてきたからそれに対して反撃するために殴られたものに殴り返したって場合であれば、まあ、これに当たるんですよね。まあ、旧約不正の侵害に対して、まあ、自己または他人の権利を防衛する、まあ、つまり、まあ、いきなり殴りかかられてきたっていう旧約不正の侵害があって、で自分の、まあ、体っていうのはもちろん自分の身体っていうのは権利ですから、それを守ろうという意思でこのやむを得ずにした行為っていうのは相当な手段で反撃した場合を指すんですね。ですから、まあ、殴りかかられてきた人に対して、まあ、同じように殴り返すってことはやむを得ずにした行為に当たると、されてますから、そういう行為は傷害罪の、これは構成要件といって傷害罪には該当するんだけれども、そういう行為ってやっぱり社会的相当性のある行為だから、まあ、それはそうだよね。いきなり殴られてきたらね、自分の身を守ろうって殴り返すと、それは社会的に相当な行為だから構成要件には当たるとしても違法性がないとして、まあ、犯罪が成立しないってされるもんなんですよ。で一応これはちょっとあの刑法で詳しく勉強する内容なんだけど、じゃあこれに関して、まあ、議論としてあるのが自傷侵害ってやつなんです。
まあ、これはもう今初めて聞いたでいいですかね。自傷侵害って何かっていうと、まあ、さっきいきなり殴りかかられてきたって話をしましたよね。じゃあもしこの殴りかかられてきたのが、私がその人をバカにしまくって挑発しまくって、それであっちがカーッとなって殴りかかってきたものに、おおと思って殴り返した、これに正当防衛成立しますかっていうのが自傷侵害って問題なんです。まあまあ、例えばバカにしたっていうけど、例えば侮辱行為ね、私が誰かに対して侮辱行為、まさか殴ってこねえだろうと思って侮辱行為をずっと働いてたら、もういきなりカーッと切れ出して殴りかかってきた。で、その殴りかかってきたものに対して私は自分の身を守るために殴り返した。で、これは正当防衛に当たりますかっていうのは、一応自傷侵害っていう議論なんですよ。で、一応これはね、判例があるのよ。で、条文は書いてないからね。条文はそういう時どうなるのかってことって書いてないから、それについて一応判例があるの。で、実際判例なんて言ってるかっていうと、この自傷防衛とか自傷侵害って呼ばれるもんね。相手方の攻撃に先立って相手方に対して何かしら、まあ、暴行なんかを加えて自らを侵害を招いた場合で正当防衛成立かで、判例はこう言ってるのよ。防衛者の反撃は、何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為でなく正当防衛は成立しないっていうふうに、まあ、言ってるんですよ。で、そうすると例えばね、判例の勉強をするときに、まあ、ちょっとなんか勉強方法をちょっと間違えちゃってる人は、あ、これはそうなんだと。ということは、自傷侵害は、とか、いわゆる自傷防衛と呼ばれるものについては、正当防衛は成立しないんだ。よし、覚えようって覚えるんです。で、実際に例えばなんか試験が出てきた時には、判例は自傷侵害。まあ、例えばこれ自傷防衛っていうふうに書いてますけど、判例はそういう自傷防衛については正当防衛を否定している。よって、本門でも自傷防衛は成立しない、正当防衛とはならないみたいに、答案書く人いるんですが、その答案は全く点数きません。最初結論から言うと。どうしてかっていうと、これは、まあ、この判例はあってね。で、しかも、まあ、大体なんか択一の問題集とかあるじゃないですか。択一のなんか丸×みたいなのが載ってるような問題集とかだと、解説コンパクトなんだと、こういうふうにこれしか解説書いてないからね。だったりすると、じゃあこの解説は、ああ、そうなんだっていう、まあ、担当の勉強していく中で覚えていくと、まあ、実際論文では全く使えないっていうことはある。じゃあどうして論文で使えないかっていうと、これ事例はどんな事例だったかっていうと、次のところにあるんですが、特殊警棒事件という事件。で、一応この自傷侵害は成立しないよ。まあ、自傷侵害、自傷防衛、どっちもおなじみね。いわゆる自傷侵害に基づく正当防衛とか、まあ、いわゆるさっきのね、ような事例ですね。そのいわゆる自傷防衛に関する事例で正当防衛を否定した判例というのはこれなんですよ。じゃあちょっと事例見てみましょう。事例、こんな事例なんです。まず、甲が言い争いになった A の左頬を殴打した。まあ、いきなりなんか喧嘩になって A をバチンと叩いた。で、叩いて走って立ち去った。で、立ち去ったところ、その後 A が、まあ、殴られた A が自転車で追いかけてきたんですよ。で、実際現場から 26.5 メートル先を左折、60メートル進んだ歩道橋で自転車に乗ってる。まあ、これ直後だよね。で、大体100メートル以内ってことですから、まあ、そんなに遠くないんですよ。いきなり左をバチコンって叩いたら、立ち去ったわけです。で、そして立ち去ったところ、殴られた A が何したかっていうと、まあ、自転車に乗ったまま、まあ、水平に伸ばした右腕で、後方から A の背中の上部または、首付近を強く殴打したっていうね。で、まあ、最高裁判所がラリアットを説明するとこうなるんですよね。世間一般で言うとラリアットです、普通にね。後ろからバーンと自転車乗りながらラリアットかましてきたっていう話なんですよ。で、それラリアットかまされた、じゃあこうはどうしたかっていうと、携帯していた、なんで持ってるかわかんないけど、特殊警棒持っててボッコボコにしたっていう事件なんですよ。で、この特殊警棒でボッコボコにした事件のことを、このに対して判断がなされたと。いう問題で、だからまあこれ特殊警棒事件とかラリアット事件と呼ばれるもので、で、この時、まず事案としてはどんな事案だったかっていうと、まあ、すごく端的に書くとこういう感じなんですよ。まあ、ちょっと分かりやすく書くと、例えば A が、こうか。こうが、まず第一暴行と左頬を出したと。左頬を出したと。で、A はそれに対して何やったかっていうと、まあ、ラリアットかましたと。まあ、自転車に乗ったらラリアットかました。で、ラリアットかましてきたもんだから、A の方が特殊警棒でボコボコにしたっていうね、事件です。で、これで甲の、まあ、弁護人っていうのかな。まあ、甲の側はこれは正当防衛だっていう、まあ、ちょっと無理筋かもしれないけど、そういう主張をしてきたと。まあ、一応、甲と A がこうプレイヤーとしていて、で、まあ、一応こういうちょっと大きめに、ちょっと、画面出しますけど、こんな感じなんです。左方を殴ってラリアットかましてきて特殊警棒で、まあ、反撃したと。で、この特殊警棒で反撃したものが、これが正当防衛になるかが問題になったわけです。この事例はね。これが、で、結論としてはなりませんっていう、まあ、そういう事案だったんです。
まあ、理由としてはまさにこれその自称防衛とか自称侵害って呼ばれるような事案そのものだよね、これね。つまり甲は最初に左方をバンと殴ってる、それによってラリアットが誘発されたと。で、そのラリアットに対する反撃行為として特殊警棒での行為を行ったとなれば、これにやっぱりこの特殊警棒で殴った行為に正当防衛成立させるべきじゃないよねっていうのは、まあ、なんとなく結論としてあるんだけど、ただ判例は実はこれね、ただ単に言ってるわけではなくて、よく見てみましょうね。これちなみにさっきね、覚えてくださいねじゃないけど、ごめんなさい、さっき担当っぽく書いてる6ページの下に書いたのはここで、あ、ごめんなさい、ここだよね。行為において何らかの反撃行為が出ることが正当される状況における行為とは言えないって言ってるけど、その前にこう言ってんですよ。本件の事実関係のもとにおいては正当防衛成立しないと言ってる。じゃあ具体的にこれ判例の読み方です。これやっぱり自分でできないっていうところなんですよ。これがそのこの判例をきちんと分析しましょう。するとどう言ってるか。まず A から攻撃されるに先立って A に対して暴行を加えてるんであって、 A の攻撃は甲の暴行に触発されたの後、その直後における近接した場所での一連一体の事態ということができる。そしてさらに甲は不正の行為により自ら侵害を招いたものと言えるから、甲の攻撃がちょっと色を変えますけれども、甲の攻撃が A の攻撃が失礼しました A の攻撃が甲の前期暴行の程度を大きく超えるものでないなどの本件の事実関係のもとにおいては、正当防衛は成立しないと言ってるんですよ。でするとこれね、判例が見てるところ、ごめんなさい、これ触発されたから引こうか、甲の暴行に触発されたその直後における近接した場所での一連一体の事態ということができ、甲は不正行為によって自ら侵害を招いた。でそして A の攻撃が B の、甲の前期暴行の程度を大きく超えるものないなどの事実関係のもとにおいて正当防衛にならない。じゃあこれ私の方でやっちゃいます。要は3つの予算ですよ。1つはこれ、まず甲が不正な行為によって自ら侵害を招いた、ごめんなさい、これカッコ1にします。そして次にこっちにしましょう、いわゆる一連一体の事態である。そして最後に A の攻撃が、この甲の暴行を大きく超えるものでないっていう、この3つを、まあ、示した上で正当防衛成立しないという。つまりこの、いわゆるラリアット事件ではどういうことを言ってたかっていうと、この正当防衛が成立しない理由っていうのは3つね。つまり1が不正な行為であること、さっきのね、上の方にもう一回見ながら見てみると1が不正な行為であること、そして次に1と2が時間的場所的に近接しているということです。時間的場所的に近接性があると。そして最後に2が1を大きく超えるものではないという3つのことを挙げてるんですよね。でこれらの事実関係のもとにおいてはこれには正当防衛は成立しないよっていうふうな判断をしてます。つまりそもそも最初に殴った行為が不正な行為です。左頬を殴った行為が不正な行為です。そして左頬を殴ったのとラリアットが時間的場所的に近接している。そしてこの2のラリアットっていうのが左頬オーダーを大きく超えるものではないなどの事実関係のもとでは正当防衛は成立しないって言ってるわけでしょ。そうするとこれってこの事案だったらこの3つを見てるんですよね。この3つを見た上で正当防衛にしてないわけです。でそうすると例えば、まあ、予備試験の問題ってのはどういうのが出るかっていうと、もう見た時になんかラリアット事件っぽいなっていうような事案だったりします。だけどどっか違ってたりするんですよ。どっか変えてきます、まあ、例えばこれ1つ変えてみましょうか。まあ、一つずつ変えてみますけど、例えばこれ最初が左方を殴打しましたけれども、例えばこれ甲が A に対して、まあ、肩をポンと叩いたと。で肩をポンと叩いて頑張れよって叩いたら A の虫の居所が悪くていきなりラリアットかましてきた。でそれに対して特殊警棒で反撃したって場合であれば、これ第一行為が不正な行為じゃないでしょ。つまり判例はあくまでも第一行為が不正な行為であることを加味しているわけだから、もしこの第一行為がポンと肩を叩いただけだようなことであれば、この判例の射程は及ばない可能性は出てくるし、じゃあ2も変えてみるとね、じゃあ例えばこれが左方を殴ったと。で左方を殴って立ち立った。で立ち立ったらその場は終わったと。その場は収まった。でなんか3日後ぐらいになんかばったりコートへが出会ったと。
で、なんか A が3日前のことを思い出して、ふざけんなっつってラリアとかましてきた。ということであれば、それ状況変わるよね。あくまでも例えば1回左方向オーダーしてその場は終わって、3日後にいきなり3日後にたまたま出会っていきなりラレットかましてきたんだったら、それに対する反撃が正当防衛になる可能性は十分あるだろうし、であと丸さんも同じです。丸さんも結局1回目が左方向を殴ってきた、でその後その直後に、でよね、左方向を殴られたから直後に自転車で A がラリアットじゃなくて直後に自転車でこう追いかけてきた。でさっきの事件はラリアットかましてきたんだけど、これも例えば事実関係変えれば、左方を殴られた A が、まあ、いきなり自転車乗って後ろからチェーンソーで襲いかかってきただったら、これ変わるよね。おそらくそれに対する反撃は正当防衛になり得るんですよ。いいですね。まあ、左方を殴っただけなのに、いきなりもうなんかチェーンソーでいきなり襲いかかってきたんだったら、それに対する反撃は正当防衛になり得ることは示唆してるよね。つまり結局この自傷侵害って何なのかって言ったら、自業自得っていう話なんですよ、これって。まあ、これは羽の解釈分析としては、要するに自業自得なんだから正当防衛にならないと。で自業自得になるのはどういうことかって言ったら、不正な行為やってその直後にそれなりの反撃受けた時ってことですよ。この 1,2,3 をまとめちゃえばでしょ。つまり自分が悪いことやって、で悪いことやったその直後にそれなりの反撃を食らってるんだったら自業自得でしょっていう。だからそれに対する正当防衛は認めてはやっぱりべきじゃないよねっていう。だからそこはだから自業自得っていう発想からすれば、最初が不正な行為じゃなければ自業自得じゃないし、時間的場所的に利確をすればそこは自業自得性なくなるでしょ。全く別な機会になるでしょ。でそして、例えばさっきのチェーンソー事例だったら、それは自業自得の限度を超えてくるでしょ。ただ左方向パンと叩いただけなのにいきなり殺しにかかられたってことだったら、それはその本来のなんか自業自得っていうのは、まあ、因果応報みたいなもんで、やった分だけやられちゃうみたいなもんだったら、それはもう自業自得だろうみたいな話だから、それが例えばいきなり、ね、命を取りに来られちゃったら、それはちょっと、なんか、ね、左方を殴っただけなのにって話になる。そうすると結局この判例を読むときにどう読むかっていうと、まあ、結論は知らなきゃいけないけれども、事例と範疇をしっかりと分析するっていうことがすごく重要になります。で、そうすると、まあ、ここはまあ、解説の中でがっちりやるけど、そこら辺のところはしっかりと、まあ、だから私がよく判例の射程とかっていうのはそういうところだったりして、で、そうすると、だから判例読むときにはここを見てほしいんですよ。ここをちゃんと押さえていって、で実際にその判例の射程が問題となっている事例に及んでるかどうかっていうことまで見ると。で、近年の傾向は及ばないものを出してくることがちょこちょこあります。判例ではもう特に判例がよく言う、判例がこれから勉強でよく言うのが、なんとかなんとかなどの特段の事情がない限りとか言ってるような判例あるのよ。特段の事情がない限り適法であるとか言っていて、で判例は適法って結論出してんだけど、問題文では実際に予備の論文で出たら特段の事情ありそうな問題が出てきたりとか、そういう判例の射程を問題とするものってあるから、そこはだからちょっと大変ではあるんだけれども、判例の読み方、まあ、ここですね、まあ、事例とか範疇、まあ、これについて、しっかり理解できてれば、まあ、自傷防衛であっても正当防衛が成立する余地があることは、十分あると、まあ、いうことです。で特に、まあ、予備の論文では事例問題でこういう問題が問われます。で受験生によって本当に差がつくんです。だからなんとなく書けたけど、書けたって思ったんだけど点数が返ってこないみたいなのは、だいたい今この判例の解釈のところが、まあ、抜けてたりする場合だったら、やっぱり点数がつかないっていうケースがあるので、まあ、入門段階ではね、1年コースだと特に入門やって、まあ、論文指導と、まあ、合格答案とかで論文対策でガチ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 論文の事例問題やっていくので、まあ、その中で、まあ、相当な量トレーニングするから、まあ、そこで、まあ、慣れてはいくところですけど、まあ、インプットする段階でもこれはぜひ知っといた方が、入門の時に闇雲になんか何を覚えていいのかとか、なんで今判例の事案やってるのかとかで分かんなくなっちゃうので、それは究極的な目標はここにあるからです。まあ、なんでじゃ解釈とやるのって言ったら、最終的に事例解決必要だし、なんで判例丸罰だけじゃなくて、なんで事例とかその規範っていうんだけどね、こういうのね、まあ、こういうの規範ってなんで規範覚えるのって言ったら、規範知らなきゃ事例問題に解けないからねっていう、まあ、そこのところが分かってると、まあ、やっぱり覚えやすいかなと思うんですよね。だから、まあ、入門でも本論編でも触れるけど、だから覚えなきゃいけない、まあ、チェックシートっていうのがあるわけですね。講義では、まあ、入門では講義メモっていう形で、まあ、レジュメ使って説明して、まあ、覚えなきゃいけないものっていうものについて、ある程度チェックシートっていう、まあ、覚えなきゃいけないものをまとめたものっていうのをやってるわけだけれども、そのチェックシートなんかは大体こういうものが、まあ、主に載ってるって感じになりますので、まあ、そこはしっかり覚えていくというところになります。でちなみに最後になるけれども、じゃあ判例がないものどうするんだっていう話はどうしても出てくる。でその時は学説が出てくるってことになります。最後 CF 学説ってことになりますけれども、この学説っていうのは学者の解釈に対する見解なわけですよ。
でこれは、まあ、大体この判例の結論がどうしても妥当じゃない、まあ、さっきもちょろっと言いましたけれども、もう最高裁判例あるんだけれども、もうこれはもう学者さんのもう10人でならもう10人が違うっていうような、まあ、明らかにおかしいってものはやっぱりあるので、そういったものはやっぱり学説に依拠することになるし、まあ、そもそも判例がない場合に、まあ、こういう異議が出てくるということになります。で、まあ、さっきの、ね、第 2セット目のも説明したんだけど、でこれで学説を使うものについては確実に抗議で明示しますから、これはもう学説使ってくださいと、まあ、いう形で明示しますん でそうでない限りはもう判例を、まあ、依拠して考えていけばいいかなと、まあ、いうところになります。でそうすると、まあ、今までやってきた話で、そうすると事例判断の方法って究極的にこうなるんですよ。まず条文を要件指摘すると、まあ、そうですよね、まあ、例えば請求権でも民法だったら請求権だし、まあ、刑法だったら犯罪みたいなことになるけれども、まずは条文要件を指摘して、で条文解釈が必要なものであればその適正な解釈、それからまあ判例があるものは判例っていうのを示すわけですよね。その条文や要件を指摘して、まあ、条文解釈が必要なものについては、まあ、適切な解釈とか判例を示して、であとは具体的な事例の中に、事実関係の中に当てはめて、でそして法律効果を説明すると、まあ、いうことをやっていけばいいということになりますから、実際これで、まあ、事例問題の解き方っていうのは大体これで解けるようになります。でじゃあせっかくなので今日ね、残った時間でやるべきことは、最初宙ぶらりになってたこいつを何とかしなきゃいけないわけですよ。こいつ何とかして終わらせましょうということになります。まあ、そうすると、まあ、話はもう結構前にはなっちゃいますけれども、まだ今日の最初にやったことから一応覚えてる前提で、筋としてはまず X からは、まあ、金銭消費貸借契約が成立したことを根拠とする貸金返還で、それに対して Y からは、まあ、言ってみれば知った時から5年経過したことを理由とする消滅事項の主張というのは、ね、消滅事項の主張で、そして X からは再反論として、まあ、一応権利承認があったんだよね、ちょっとしばらく待ってくれよと、もう頼むからもう少し待ってくれっていうのがあって、それが権利承認にはなってるんだけれども、ただこれが、令和21年10月7日で、時効完成後に、権利承認をしているということですね。あ、ごめんなさい、権利更新って書いてある、ごめんなさい、これ書き間違いです。権利更新って書いてます、これ権利承認ね、すみません、ここです。で一応権利承認はしてるんだけれども、すみません、ここの部分ですね、ここ権利承認でした。時効完成後にやってると、まあ、本来だったらさっきも今日の講義でも触れましたけれども、権利の承認っていうのは、その権利承認による時効更新っていうのは、時効が完成する前に時効をリセットするっていう性質のものだから、時効完成後にそういうことを行った場合どうなるのかってことについては、まあ、条文がない。だからまあそのような同じような事例が、まあ、判例としてあれば、それがやっぱり、先例として使えますよね。じゃあ実際判例があるかっていうと、判例があるんですよ。じゃあどんな判例かというと、これが9ページに、あります。はい、こうなんですね。時効の完成後、債務者が債務の承認をすることについては、このちょっと古い判例では、昭和の判例ではありますけど、あってですね、時効の完成後に、債務者が、債務の承認をすることは、時効による債務消滅の主張と相容れない行為であると。で相手方においても、債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから、これは理由です。つまりさ、本来さ、時効が完成した後に、例えばね、返しますよって言ったりね、お金借りてますっていうふうに認めるっていうのは、通常時効の援用とは真逆の行為だよね。本来だったらね、時効が完成したって言ったらね、時効だから返しませんみたいにやるわけでしょ。でそれが時効の援用なんですよ。もう時効だから返しませんみたいに、その時効の利益を受ける意思表示を援用って言うんだけど、考えたら時効完成した後のさ、私はお金借りてますとかね、私返しますぜっていう行為って、それは時効の援用とは真逆な行為なわけですよ。ということは、それってさ、相手方からすれば、あ、もうこの人時効使わないなって思うわけですよ。ですよね。まあ、皆さんも債権者の側から考えてみてください。債権者の側の立場に立って、もう時効が完成した後に返しますからとか言ってる人がいたら、あ、この人はもう時効使う気ないんだろうなって思いますわね。でそれが通常なんですよ。だからその後は判例はこう言ってるのよ。その能においては、債務者に時効の援用を認めないと解するのが、審議則に照らし相当である。でこの審議則って言葉もね、まあ、民法の勉強していくとあるんですけれども、これは何かっていうと、まあ、私たちがね、社会生活を営むにあたっては、まあ、やっぱりまあ社会生活である以上、まあ、人間関係の中でね、まあ、やっぱり生きてるわけですよ。そうするとやっぱり取引関係とかね、そういう、まあ、経済社会の中で相手方に何か信頼が生じさせたら、それは裏切っちゃダメだよと、
まあ、そういう、まあ、一般原則みたいなものなんですよ、心理則って。まあ、すごく単純に言っちゃうと相手の信頼を裏切るなっていう原則です。でこれはもうその民法のに限らずなんか法の一般原則みたいなものであって、そうするとやっぱりさ、一回そういうふうな相手に信頼を生じさせたらそれをやっぱり裏切ってはいけないと。となるとやっぱり相手がもう時効の援用をしないと思うような行為を行った場合には、その後は信義則上時効の援用は認めるべきじゃないよっていうのが判例なんです。だからまさにここはね、その時効の完成後っていうのが肝ですね。時効の完成後に債務承認をしたという場合にはやっぱり そうなっちゃうと、まあ、繰り返すけれども相手方はもはや時効の援用をしないと考えるわけだから、ならばその信頼を保護するべきであって、その後は時効の援用を認めない。つまりこれをこうやって言うんです、信義則上の時効援用権喪失という効果があると。まあ、時効が使えなくなるんだと、まあ、いうふうに判例は言ってるので、一応そこは押さえておいてください。でちなみにこれねちょっと応用なんで、ちょっと気持ちなんか覚えなくてもいいからね。ちなみにこれね、時効の完成を知らずに債務承認をした場合の事例なんです。つまり大体これ時効完成してることを知らないで、返しますなんて言ってるケースで、この時にはやっぱり相手に信頼が生じちゃうでしょ。で相手に信頼が生じちゃうから、その信頼を裏切るわけにはいかないから、時効完成後に時効完成したことを知らずに、まあ、返しますよみたいな債務 の承認をした、権利の承認をした場合には、その相手方の信頼が生じる以上は、時効援用権が信義則上使えなくなるっていう話なんだけど、ただこれ気をつけてほしいのが、時効完成を知っておきながら返しますよっていうふうに言うケース、まあ、つまり権利承認を、例えば私がね、時効完成の事実を知ってると、もう時効が完成したのを知ってるけれども、あなたにお金を借りてますっていうのを知りながら言ってる場合は、これは一般的には条文があって146条でね、放棄っていうのがあるんですよ。時効利益の放棄といって、そのもう私は時効は使いませんっていう意思表示をすると時効使えなくなるんです。でこれはさっき言った時効が完成していることを知りながらお金返しますよって分かってやってるんだったら、それはもはや時効利益の放棄っていうものになります。一応時効完成後にはこういうふうに、まあ、言ってみれば時効利益の放棄っていうのは、この、時効の利益を受けないという意思を表示することで、一応民法146条でも、時効の利益はあらかじめ放棄することができないとされてるんで、まあ、これ反対解釈するとね、あらかじめじゃなければ時効が完成した後であれば、その時効利益は放棄できます。まあ、これはなんか一般的になんかまあ日本人の気質みたいなところがあって、もう時効が完成したとしても借りたものは返すんだっていうね、まあ、そういうやっぱり意思も尊重すべきでしょ。なので、まあ、時効が完成した後でも私は時効が完成して法律的にはね、返さなくてよくなってるのかもしれないけれども、私はあえてあなたに返しますよっていうように、その分かって時効利益を放棄するってことができます。でそうなるとそれはやっぱり時効は使えなくなるんです。ただこれはやっぱ知っててやりながらですね、時効が完成した後に時効完成事実を知りながら債務承認をしたという場合には、これは時効利益の放棄と評価できます。でただ通常は知らないんですよ、こういう事案って。時効が完成したことを知らずに、本当はね、理屈上は時効完成してるから返さなくてよくなってるんだけど、それを知らずになんか辞任行為を行っちゃうってケースが多い。で実際この問題になった判例も実はそうなんですよ。そのこの一応チェックシートの方から引用しちゃいますが、時効完成の事実を知らずにその辞任行為をした場合、まあ、今回時効完成後ですね、時効完成後に、まあ、援用権者が時効完成を知らずに、債務の承認、債務の存在を前提とする行為をした場合にどうなるか。でポイントはやっぱり時効完成の事実を知らずに債務の承認をした場合には時効利益の放棄とはならないということですね。まあ、時効利益の放棄っていうのはまさに時効完成の事実を知りながら認めると、時効完成の事実を知りながら認めてるって場合には、まあ、放棄になるんです。だけど知らないんだったら知らないものは放棄できないでしょ。知らないものは放棄できないから、知らずに債務承認をしたという場合にはそれは時効利益の放棄ではなくて信義則上援用権を失うと、まあ、いうことになります。そうすると、まあ、時効の完成後ですね、まあ、一応これはさっき言った話がここに書いてある通り、時効完成後債務者が債務の承認をすることは時効による債務消滅の主張と相入れない行為であって、やっぱり相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから
この時効年を認めないということになります。そうするとちょっとここで結論はまあ出てきたとは思うんですね。これでまあ結論はさっきの事例も出るんですが、まあ、せっかくなんで民法で今やってるこの時効の話っていうのは4回目ぐらいでも出てくるので、ちょっと整理しておくと、まあ、いわゆる自認行為ってあるんですよ。借りてる人が私は借りましたって認める行為で、これっていうのはいつのタイミングでやったかで全然違ってくるんですよ。つまり、まあ、これ権利承認とか債務承認だね。ちょっとここはせっかくなんで1年コースの方だと3回目4回目だから講義始まったらもう1週間ちょっとでもここに行っちゃうので、その時にちょっと触れることになるけど、例えば権利承認、承認だね、まあ、これはだからこれ辞任行為含めて、まあ、お金を借りてる人が、まあ、権利の承認をすると。でこれっていうのはどうなるかというと、大きく分けると2つあり得るんですよ。時効完成前にやった場合にはリセットします。これ152条ね。時効完成前に権利を認めた場合には、これは時効完成前にこれをやった場合には、これは時効の更新です。まあ、だからリセットです。じゃあ時効完成後にやった場合どうなるかっていうと、分かってやってるんだったら放棄、分かってやってないんだったら審議則上援用できないっていう、まあ、こういう流れですよね。時効完成後に行った場合には、そうするとここっていうのは、まあ、こう分かれるんですよ。知ってした場合と、知ってした場合はこれは放棄なんですよ。ちょっと書きながらで大変かもしれませんが、時効利益の放棄になると。だから放棄だから結局時効は使えないの。知ってした場合には時効利益の放棄になると。で、知らずにした場合は審議則上使えなくなる。まあ、どっちでも使えなくなるんだけどね。法的根拠は違うんですよ。知らずにした場合。この時には判例と。で、今回の問題はまさにこれだったわけですよ。今回の問題は、時効完成後に行ったものということになりますから、時効完成後に知らずにしたものであれば、審議則上援用できなくなっているというのが判例ということになります。じゃあそうするとこの判例を使っていけば、先ほどの2の問題が解けることになるんだな。じゃあ判例は何て言ってたかって言ったら、まあ、今回知らずにした前提にしましょう。今回ちょっとそこら辺は明らかではないので、本当だったらなんか場合分けとかしなきゃいけなくなるんだけど、一応このね、 Y は知らなかったとしましょう。もうすぐ大きな仕事の収入が入るから待ってくれって懇願した時に、時効完成した事実を知らなかったという前提にすれば、このいかなる効果を生じるかというと、あ、ごめんなさい、判例は時効援用権がなくなると。という結論になりますから、そうすると結局、Y の時効援用がダメだって効果になるから、結局この時効がダメだったってことになるんです。いいですかね。こういうことになりますね。ちょっとここにも結論書いちゃいましたが、ここのね、
Y の時効延消滅時効を主張するってことをやってたんだけれども、これは判例上できないということになったわけだね。ということですね。これはさっきの判例ね。そうすると結局どうなるかっていうと、まあ X の請求は通りそうだってことになるね。つまりこの Y の時効延用は判例の立場からすると、まあ時効完成後に知らずにしたって前提にしましょう今回ね。Y が知らずに時効完成の事実を知らなかったということを前提とすると、このように審議則上時効延用ができないから終わりと。まあそうすると結論としては、はい、X は Y に対して100万円の請求をすることができるか、できるっていうのが一応回答とあり得ると。まあ、今回問題としてはちょっとさっきも触れましたが、この Y が時効完成の事実を知らなかったってことを一応前提します。一応ね、知らなかったってことを前提すると、先ほどの判例の立場を取れば、さっきの判例の立場を取れば、知らずにしたとしてもですね、時効完成後に完成の事実を知らずにしたとしても、その権利承認は相手方に信頼が生じさせられるから、今回 X だよね、 X はもう時効延用しないっていう信頼を生じさせる以上は、審議則上もはや Y は時効の延用ができなくなるよと、まあ、いうのが一応の結論になりそうなんだけど、それで納得しちゃうとちょっともったいないからね。あの判例を使ってるってことは、その結論はまだ早いからね。判例の射程が及んでるかどうかで結論変わるからね。つまりさっきの判例、まあさっきの判例は相手方に信頼が生じるからですよね。つまり今回の XY で言うと、 Y が時効完成した後に返しますよって言ってきたと。で返しますよって言ってきたら、 X がそれを信用すると、もう時効を使わないと信用するから、その信用を保護するために審議則上 Y はもう時効が使えなくなるんだよって話なんだから、これもし事例ちょっと変えます。 X がもし時効完成してるのを分かってて、まあワンチャン Y 認めねえかと思って Y に電話してるというケースもあるよね。もう時効完成してるのがもう帰ってこないと、 X としてはもうね、もうずっと前のもんだからこれは帰ってこないと、もう時効完成してるっていうのは分かってんだけど、もしかしたら Y に電話したら Y がうっかりね、返しますって言ってくれんじゃねえかと思って、それを狙って電話かけたりとか、それを狙ってこのやり取りしてるという場合であれば、この人の信頼っていうのはないですよね。つまり X は保護に値しないよね、そういうもんね。そうすると結局この判例の射程っていうのは、結局債務を認めたりとか辞任行為を行った相手方が信頼する、それを保護するためにあるんでしょ。ということは X にその信頼に値しないような不誠実な人間だった場合です、その場合には当然この判例射程は及ばないです。つまり X がこの、まあ、Y のね、頼むまで待ってくれっていうふうに言ってくれた、あ、この人は時効を使わないんだってことを信じたのであれば、それはやっぱりその信頼を保護すべきだっていうのが、それが判例の趣旨だよね。ということは、この X がなんかその時効完成の事実を分かりながら、なんか Y がうっかり失言しないかと、うっかり失言しないかということを狙ってやっていた場合には、若干変わっていくと、まあ、いうことになりますから、まあまあ、やっぱり習慣付けですよね。その判例出てきたら判例の射程っていうのは、だから判例の理由ってやっぱ重要なのよ。さっきのも例えば他の試験っていうのはやっぱり丸×が多いんですよ。で、もう担当を解くだけだったらさっきのね、覚えるだけなんですよ。時効完成後に知らずに承認した場合には審議則上援用できないっていうね。時効完成後に完成したことを知らずに承認したものは審議則上時効援用できなくなる。はい、丸って覚えるんだけど、実はその理由が重要だったりするんですね。予備だと。だからそこを結構しっかり意識するっていうのがポイントになります。でまあ、これ予備に限らずね、もう法律論文は全部そうですからね。でじゃあ一応これでまあ私としてはこれでおしまいっていうところなんですが、一応あとは民法の話で言うと、今やったんだけどね、皆さんがこれから7科目勉強していきます、本の辺で。そうすると最初にちょっと分類って話をしましたよね。その、まあ、公法系、刑事系、民事系の順番、公法系っていうのは公権力と私人との規律、刑事系っていうのはいわゆる刑罰に関するもので、民事系というのは私人と私人との、まあ、紛争の解決指針というふうに、一応公法系、刑事系、民事系っていう、そういうまあ分類もあるんだけれども、あともう一つ重要な分類があります。手続き法と実態法という考え方です。あ、ごめんなさい、ページで言うと8ページになるのかな、あ、違いました、ごめんなさい、7ページになります。7ページありまして、一応これの法律の分類については、公法と司法って区別のほかに、一応一番下の成文法、不文法っていうのは、これはあまり気にしなくていいです。
私たちが学んでいるのはほぼ成文法です。不文法って言って要するに法律になってないけれども、例えば慣習法みたいにその具体的な成文になってなくても法律のような形で扱われるものもありますっていうのなんだけど、ただ予備試験で問われる7つの法律ですね、まあ、行政法は厳密に行政法って法律はないんで、まあ、行政法っていう法分野になるんだけど、基本的に予備試験で扱う科目は全て6本載ってますから、基本的にはほぼ成文法を学ぶことになります。でただ不文法っていって慣習法のようなものっていうのもやっぱりあるんですね。小慣習とかね、商業だったら商人間の慣習とか、そういったものは成文になってなくても法規範性を持ったりすることはあるという一応分類はあるけれども、一応この実態法と手続き法についてはちゃんとここから最後まとめていきたい。実態法っていうのは何かっていうと、これは権利の発生を定めた法律。だからこれはまさに例は民法なんですね。だ例えば民法だったら、先ほど触れた通り、その権利が発生する、どういう時に貸金返還請求権が発生するかとか、どういう時にその債権が消滅するかとか、そういう権利の発生とか消滅みたいなものをやるわけですよね。でただ実際にじゃあ権利が発生したからといって、じゃあ本当に払ってもらえますかっていう話なんですよ。だって相手が払いたくないって言ったら、ね、権利実現できませんし、例えば明け渡し請求とかでもね、建物の明け渡し請求で、まあ、民法で明け渡し請求が認められるとしても、でも出てかなかったらどうするかって言ったら、それは強制執行するしかないんですよ。でそのためにはやっぱり実現する必要があるんですよ。でそのために何するかって訴訟をやるんです。で民事訴訟をやって判決もらって強制執行すると。つまり権利が発生しただけでは私たちってそれ救済されないんですよ。それを実際に実現するための法律が手続き法です。つまり予備試験では必ず訴訟法が範囲になるんですよ。民法で権利が認められたからといって、それを実現できて初めて権利救済になるわけだから、その民事訴訟の手続きっていうのは絶対必要になる。でこれはワンセットなんですよね。つまり権利が発生したからといってそれで終わりじゃないんですよ。その権利をどうやって訴訟手続きの中で実現するのかというところまで扱う。だからこれ刑法と刑事訴訟法も同じ関係です。なんか刑法っていうと、なんか権利の発生ってなんかそんなイメージ湧かないでしょ。でもあれ権利の発生なんですよ、刑法も。つまりある国民が犯罪を犯せば国家の刑罰権が発生するんですよ。つまり国家がその刑罰を行使すること、刑罰権を行使することができるわけだから、まあ例えば民法で言うとさ、貸金返還請求権が発生するのと同じで、国民が例えば殺人罪を犯せば、それは国家がその殺人罪について、刑法に基づくその刑罰権が発生するわけだけど、刑罰権が発生したからといって、じゃあいきなりなんかね、そのままずるずると刑務所に連れられてるわけじゃないでしょ。まずちゃんと刑事訴訟法に基づいて、まあ場合で逮捕拘留なんかを行って起訴して、で、それで刑事訴訟を起こして、その刑事裁判の中で判決出して刑罰権実現するわけでしょ。そうすると刑事訴訟法っても結局、刑法で生じた国家の刑罰権を実現するための手続きなんだよね。なのでその意味では、その刑事訴訟法っていうのも、まあ、ある意味その刑法とつながってくると、まあ、いうことになります。で大体まあこういう形でまあ法律7つやっていきます。あと憲法行政法ってやつがあとありますけれどもね、まあ 7科目というと、民事系は民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事系は刑法、刑事訴訟法、で公法系は憲法、行政法っていう形で、まあ、一応扱っていくことになりますが、まあ、それぞれね、まあ、どういうふうな法律なのかっていうことについては、まあ、基本的に1年コースの講義の中では、まあ、私の方で最初の講義のところである程度大体話していきますので、そこまでなんか気にしなくてもいいかなと思ってます。で一応ね、この観点からするとちょっと余談です。余談というかあれなんですけども、これこの問題ね、今民法の問題でやりました。これちょっと問題の科目変えます。これ民事訴訟法だとしましょう。何が言いたいか、この事例、X は訴訟で勝てますかっていう問題になったらどうです。まあ要はですね、これ皆さんが法律相談で X から相談を受けたとしましょう。法律相談で X から相談を受けたとします。
で、X は Y に対して返還請求することができますか、まあ、民法上できるっていうことはいいですよね。じゃあちょっと話を変えると、これをじゃあ刑事、あ、民事訴訟で、民事訴訟で、これを X が Y に対して訴えを提起した場合、 X はこの訴訟を勝てるでしょうかっていう問題になる。まあよく法律相談だったらまず聞かれますからね、先生理屈は分かったんですけど勝てますかってね、それ聞かれた時にどう答えますかっていう話です。で、特にこれパッと見た時に その辺のところもちょっと説明すると、おそらく勝てないですこれ。どうしてかというと、これも民事訴訟の触りなんだけど、民事訴訟には非常に大きな原則があって、主張立証責任ってあるんですよ。これは何かというと、自分に有利なことを主張する、自分に有利なことを主張するためには、その証拠というものをちゃんと出して裁判官に認めてもらわなければいけないんです。つまり例えばこの X が例えば金返せっていうためには、金を貸したっていう証拠を出さなきゃいけない。もし仮に金を貸したっていう証拠が出せないんだったら、それは、その貸したことは認めてもらえないんです。で、それを立証責任って言うんです。で、例えばこの問題をパッと見た時に、要はキャッチボールする時に、これが、まあ、証明できるかって発想でいくとね、まず X が Y に対して貸した、これ借用書があればまあいけるかな、まあ、借用書がなかったらまずアウトですよ。まあ、借用書がなかったらまずアウトなんだけど、例えばこれ X が Y に対してこういうふうな貸金返還請求をするってことについて、この契約書がまずあるかどうかです。で、あればまずここは通せるね。で、通したら、じゃあこっち Y の反撃です。Y は時効が来ましたって言いますね。これ証明も何も暦だから明らかです。もう相手は楽勝なんですよ。もう X からすればもうとにかく、もう契約書出して、はい、出さなきゃいけない。これで弁済期が令和4年の弁済期の契約書あるぞ、出す。で、出したらもう Y はふーんつってね、じゃあ5年経ってます。だってカレンダー見ればわかるでしょっていうね、話になるわけですよ。で、Y の方すぐ通ります。で、X はよし、じゃあ債務承認があったことを言いたい。債務承認があったってことを言いたい。でも、このやり取りがあったことは証明できますかってことになるんです。だもし、Y がね、こんなやり取りありませんでしたよと。なんか X がなんかこんなこと言ってますけれども、なんか令和2年の10月7日になんかあったことなのかありませんよって言われちゃったら、この事実があったことを X は証明しなければ、X はこの権利承認があったことは、認定してもらえません。で、そうするとこの問題は、まあ、例えばこれ法律相談だったら、まずこれ法律相談じゃなくてもね、あの実務家的な目線になると、まず気にならなきゃいけないのはこの口頭でって言葉なんですよ。まあ、実際にこのようなことをやったっていうことについて、何か証拠が残ってないと、もしこれが争われた時には勝てないっていうことになっちゃうわけですよ。そうすると、まあ、法律相談、まあ、法律相談って言ってもね、これは、まあ、多分なんで法律相談ってことを言ってるかというと、これは予備試験だと民事実務基礎ってありますから。で、民事実務基礎とかだと、まあ、大体事例問題なんかは、まあ、実は弁護士がある人から相談を受けました。その相談をもとに訴状を作りました。で、訴状を受けた相手方弁護士が答弁書を作りましたみたいに、まあ、そういう中で具体的な、まあ、いわゆるその XY の言い分みたいなものを弁護士が、まあ、訴訟の訴状を書いたりとかっていう、そういう実務基礎の中では、その当事者の言い分みたいなものをベースに、その、まあ、実務のやり取りみたいなものを、まあ、問うという出題がされていると。そうすると、まあ、こういうふうなものを見たときに、やっぱり視点として、まあ、まあ、実務的な視点ってやっぱり必要で、そうすると、実務的な視点を見ると、あの、やっぱり重要なのは、これ、口頭でっていうところはやっぱり引っかかるかなと。だから、まずこれ、最初に、これを見たときに、一番最初、これ、依頼人である X、まあ、依頼者っていうのかな、依頼者である X に聞くべきことは2つ。まず、借用書ありますかって点。借用書ありますかって点。あともう一つは、令和21年10月7日のやり取りって何か残ってますかという点。この点がクリアできれば勝てるって言えるかな。だから、まあ正しい回答ってわけじゃないけれども、例えばこれがそういう訴訟に勝てるかっていう回答ならば、その2つの立証をクリアしなきゃいけない。その借用書などのお金を貸したという事実と、令和21年10月7日におけるこのやり取りにかかる事実について、裁判官を納得できるだけの証拠が揃ってれば勝てますと。そうじゃなければ、まあ、理屈上は請求権あるんだろうけれども、裁判では勝てないかもねっていうふうな形になるのかなという気がします。はい、ということで、実はまあこの問題、パッと見るとなんかすごいさらっと5、6行でなってる事例なんですが、いろんなことが混ざってたりしますので、まあ、こういうのをなんか、まあまあ、言ってみれば入門講義などを踏まえて、あの、まあ、これが自然にできるようになるっていうのがやっぱり給付点目標です。
さっきの主張反論の組み立てみたいなものも条文の要件、こう、まあ、要件に当てはめていって、請求があるかどうか、その反論の根拠が何で要件満たしているかを事実で拾ってみたり、であとは具体的にその、例えば事実で、ね、その権利承認と言われたときにこの年末まで待ってくれということが権利承認に当たるっていうね、この事実がその要件に当たるってことを具体的なところから認定してみたり、で、まあ、実際争点が出てきたときに争点に対する判例みたいのを示して、で判例の射程が及ぶかってことを、まあ、実際この具体的な事例関係の中で、まあ、見ていくっていうのを、まあ、自然とできるようになっていけばもう合格できます。なので、まあ、そこをまあやっぱりあの全体構造編の中では、まあ、一応出発点としてまあ条文判例っていうことがまあ究極的にあるんだけど、そこら辺のところの目の付けどころみたいのが分かってくるとまあいいかなというところです。で一応今日の講義ここまでではあるんですが、一応最後に7ページのところであのこのセブンサミットっていうのがあるのであのそのセブンサミットについてはあの一応全体構造編というものが一応あります。でこちらはあの、まあ、講義の中ではこれ民法から先で言うんですけれども、まあ、主に、まあ、前科目そうなんですけれども基本的に最初に講義で触れた通りその、まあ、講義の中では、まあ、できる限り、まあ、特に予備試験1年コースの場合に、ね、もう予備試験に特化する形で講義進めていきますから、まあ、そうすると、まあ、全部の中でやっぱり必要なものであってかつまあ、重要なものっていうのをしっかりと、まあ、抑えていくと。でその中で、まあまあ、レジュメっていう形で、まあまあ、講義メモチェックシート、まあ、科目によって事例問題集という形でそれをベースに進めていくので、セブンサミットの位置づけっていうのはちょっと戻るとですね、まあ、このセブンサミットの位置づけっていうのはある程度辞書的な位置づけになってきます。でなのであの使わないっていう趣旨では全くなくて、例えば私の方で講義をして、まあ、復習をするときに、まあ、分からないこととかは、まあ、出てくると思うんですね。で分からないことは一義的には私の方が、まあ、通学ズームで来られている方であれば、まあ、私の方に質問のチャンネルがあれば質問していただくってことになるし、まあ、通信で受けられている方であれば、その、質問制度ですよね、そういったものを使って解決することはできるんだけれども、まあ、でも実際調べてみて解決できるものっていうのもあると思うんですよね。でその時に、まあ、とりあえず例えばなんか聞いたんだけど忘れちゃったとかね、というものだったりとか、あと判例とかでちょっと細かいも調べてみようかなみたいな時に一応このセブンサミットっていうものをとりあえず手元に置いておけばとりあえずまあ調べることはできるというそういう意図でこのセブンサミットっていうのを用意してます。なのでどちらかというと辞書的な使い方をするものになるので、特に復習するときにも、まあ、1回目の民法の講義でも言いますが復習するときになんか頭から最後までじっくり読むとかそういうことを想定しているものではなくて、まあ、分からないところとか、まあ、もしくは、まあ、ある程度ちょっと、講義で聞いたんだけれどももうちょっとちょっと深追いしといた方がいいかなっていうようなものそういったものについてその参照するっていう使い方です。でこれは例えば、まあ、学習するとよくあるのがやっぱり何の例えば参考書とかを買わなきゃいけないかみたいなそういう問題もあるわけですよね。例えば、まあまあ、学者の先生が書いた基本書って呼ばれるものでこの本がいいこの本がいいみたいな形でやっていくと、まあ、結局どの本がいいんだみたいな形になったり他本だけが積み上がっちゃうってことになるのでそれは、まあ、例えば、まあ、予備校としてはそのやっぱりまずはしっかりと そこにいろんなものを手を広げちゃうよりはしっかりとやってほしいと。なので、まあ、ただ一義的にはもう調べ物になるものは全部用意してますと、まあ、いうためにセブンサミットのがあるの で講義の中では基本的には、使うことはほぼないです。まあ、むしろ講義で使うべきものはそのセブンサミットの書かれている内容からもうレジュメで抽出されてますから、まあ、なので、まあ、次回の民法以降の講義でも基本的にはセブンサミットはまあ持参しなくても大丈夫です。レジュメになっているものを全部持ってきてもらえれば OK で、じゃあこのセブンサミットどうやって使うのかっていうと、やっぱりまあ調べ物をするっていう、まあ、本当にその使い方になってきます。まあ、分からないところとかを調べるっていう使い方をすると。なのでこの全体行動のセブンサミットも同じで、基本的に入門段階でしっかり押さえておくべきものはもうこのところでもう説明はされてますので、基本的には何か調べ物をするときとかでなければ大丈夫かなと思いますが、まあ、全体構造で調べ物をするってあんまりないと思うんですよね。じゃあなんでこれ使うかというと、使い道としてはあるのかというと、テキストで言うとですね、21ページから一応各科目の全体像みたいのが一応書いてあります。まあ、これは21ページ以降で、まあ、憲法なら憲法、民法なら民法という形で、まあ、使う科目ですよね、について、まあ、具体的な全体像みたいのが、書かれています。でこちらの方は全体ざっくりつかむためには一応、読んでもいいのかなと思うんですが、ただ読むタイミングは基本的には講義が終わった後の方がいいです。その例えばこれから民法始まるから、じゃあ民法のこの全体構造編をとりあえず読んでみて理解しようって言ってもまだ知らないことやってもストレスというかね、まあ大変なわけですよ。なのでどちらかというともう講義では予習は一切いらないっていう前提、
もう講義ではもう予習なしで来ていただいて、それでまあ、講義も受けるにあたってはもう普通に理解納得してもらうことを中心に、まあ、進めていくって形になると思うんですね。であとは復習するときにはしっかりと復習をかけていただいて、でこれ全体構造編については、その民法が終わった段階とかで、まあ、民法とりあえず全部終わったと、じゃあ民法の本当に全体像をざっくり把握できているかっていうのをチェックするためにバーッと読んで、それでまあ全て分かってるならば OK みたいなね、まあ、そういうふうな使い方でまあ十分かと思いますので、一応なのでこれは各科目が終わったぐらいの段階で本当にざっくりと最終調整っていうのかな、最後の確認をするために使っていただくというまあイメージでよろしいかと思います。でなのでまあ講義としても通常のまあ民法の時にもちょっと重複しちゃうんですけれども、基本的なルーティンとしては、まあ民法のセブンサミット熱いのがドカンとね 1,2,3 っていうふうにあったと思うんですけれども、基本的に講義ではもう普通にそちら持ってこなくても大丈夫です。普通にまあレジュメを持ってきていただいて、それでまあ予習ない段階で受けていただいて、でそれでまあ復習はまあそのレジュメを中心に復習してもらって、でそれでちょっと不安なところとかちょっともう一回見直しておきたいなってところがあれば、そのセブンサミットの該当箇所を見てまあ知識を補完していくっていう、まあその復習用のまあ補助教材としてのルーティンとして、補助教材として位置づけというふうに思っていただければと思います。であとはまた民法の話と同じになっちゃうんですけれども、で基本的には今日も含めてレジュメですかね、書き込んだものについてはまあウェブでアップされるというのと、であとはまあ通学で受けられている方はまあ通学で完結するんだけれども、まあ、欠席した場合には欠席ウェブフォローという形で翌日ですかね、通学ズームの方はその翌日にまあマイページの方でまあ講義そのまま乗っかりますので、そちらの方をまあ受けられるようになってますから、あとは通信の方は通信の日程もあるということになりますので、まずはまあ一応講義のスケジュール結構大変だとは思いますけれども、まあまずはとりあえずなんか予習でカツカツになっちゃうとかってことは特にないので、まずはまあ一つ一つ納得していくってところをね最初進めていただければと思います。まあ詳しくは民法の1回目のところでねまた扱っていきますけれども、ただ民法で扱うときに1回目でやるときに一応まあオリエンテーションでも触れた通りの六法だけは持参は忘れずに持ってきていただくのはまずレジュメ関係ですね。レジュメ関係にあたるものと、それから判例のついていない六法。まあ、これ一冊持参いただいて、で、あとは、その中でまたね、民法本論編から本格的に進めていくことにいたします。まあ、今日やったところね、まあ、復習するっていうのにあたっては、まあ、バッとね、レジュメ見て、あ、こういうことやったんだなっていうのをね、確認しておくっていうことは、まあ、重要ではありますけど、まあ、そこまで深追いしなくてもね、全体の中イメージね、これからまあどういうことができるようになっていけばいいのかっていうイメージを湧いてもらうためにですね、まあ今日やったところは理解を進めていただければと思います。それでは、本日の、1年合格専用入門講座、今日が全体構造編の、まあ今日は1回全1回になりますから、まあ、全体構造編の講義は以上といたします。それではお疲れ様でした。